セーフですね。今ちょっとねそれ置いといて、はい、シアターセブンプレゼンツトークライブ型ユーストリーム番組ありきたり、大阪は13にありますシアターセブンボックス3から生放送でお送りしております。はい、ということで、本日イカスケの青木です、よろしくお願いします。あのトースさんの有北です、お願いします。お願いします。アリーです、よろしくお願いします。はい、はい、サードシーズン6回目の放送もよろしくお願いいたします。え、今日ももちろんツイッターで質問メッセージありきたりでやってほしいことなどなど募集しております。シャープあり6を添えてツイートしてください。本番の最中にバシバシ読んできますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。いや本当にあの結構切実ですよこれは。結構切実ですよ、ね、ほんまにちょっとずつね入れてくれてるな思ったんですけど、はい、大体毎回同じ人ですからね。そうなんです。あ、全然ねこの場にいる方もね今入れていただいても全然大丈夫です。結構入れてくれてますよね。はい、もう本当にありがとうございます。むしろこの場にいる方が一番多い可能性があるおかしいですね、はい、でも言わないですよね。いやそれね、はい、はい、そして本日のゲストの方は この方です。はい、小野村優です、よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。小野村さんね、もうついに来ましたよ。満を持して、あの小野村が来ましたよ、ね、もう何回も会議でね、はい、小野村を呼ぼうぜ、小野村を呼ぼうぜみたいな、ね、なるほどね、なぜそのために却下されたのか。いやもうだから忙しいからですよ。まあ、ね、忙しいからやっと予定があったというとこですね、ね、はい、じゃあその小野村さんの紹介を、はい、ハリーの方からね。はい、小野村優さん、茨城県出身、AB 型。お、AB 型。AB 型です。私も AB 型。うわー、今日めんどくさー。嬉しい。今日めんどくさー。早進めて。もうそこで引っ張られるもんだって。いいじゃないですか。AB 型、2009年に読売巨人軍チームビーナスグループ。チアどうしよう。なんで引っ張られるんだって。はい、そして USJ のショーパレードダンサー、その他テーマパークの MC、演出、振り付けなどを経て、現在主に関西小劇場で役者、ダンサー、振り付け家として活動。その他 MC、英会話講師、うん、通訳、翻訳など、うん、活動の範囲は多岐にわたる。多岐にわたってますね。今までさんざっぱらこのプロフィールをもらってね、もう40人ぐらい来とるんですよ、はい、みんな多岐にわたるって書いてるんですけど、この小野村さん初めて多岐にわたりましたね。一番多岐にわたってますね。今までこれが多岐にわたってるんですよ。そう、これが多岐にわたるなんですよ、ね、これがね、うん、こういうの多岐にわたるって言うんですよ、うん、あの今までのね、なんかあのみんな多岐にわたるって書いてあれも全部嘘ですね。そんなにわたってないです ね。ちょっとたまにメルカリやってるとかそんな程度でしょ。メルカリやってる、今まで多岐にわたってたん、なんかフラワーアレンジメントみたいなやつ。ああ、それはあの下島ですね。ああ、下島、そうそうそう、下島にたっては確かにね。そんなもう多岐にわたる言われても ね。まだ下島が持ってきたやつありますけどね、ありきたりっていうなんかボロボロこぼれるやつ。すぐ破損していくやつ、ね、そうなんですよ、はい、まあね、よかったらアーカイブにね載ってますから、ボロボロこぼれるやつね、はい、下島が持ってきたボロボロこぼれるやつ。いやこれでもすごいですね、いろいろ。これはまずだって関東の方だっていうのをね、僕はあんまりなんか認識なかったんですよ。確かにね、最初ね。そうなんです、茨城県です。茨城県、それもじゃあずっと高校もですか。高校もです。大学も、大学からアメリカです。出た、アメリカ。大学からアメリカパターンですよ。英語のなんてこった、アメリカって、何しに、まあ確かに何大学聞いても分かんない。大学の名前ですか。いや聞いても分かんないかもしれないです。コミュニティカレッジオブサンディエゴです。うわ、サンディエゴや。サンディエゴ、いやー陽気な街じゃないですか。最初ラスベガスいたんですけど、うん、暑すぎて、うん、暑い、どっち聞こう。暑い。あ、そうなんや、こっちのウェーイってなってちょっと引く、この暑さ引くじゃなくて。どっちかって言っても冷めてました、人は。あ、そうなの。サンディエゴに引っ越しました。へー、ミュージカルをしに。え、それ一人でってこと。そうです。かっこええな。すごいですね。いやいやいや、受験勉強から逃げたんですよ。え大学受験。え、でもそれサンディエゴ入る方が難しい。ね、入らないといけないから。入るのは誰でも、誰でもじゃないですけど、もう変なし、お金さえ英語力がね、なんかテストがあるんですけど、それをクリアしたら大学は入れるんですけど、なんかで日本の大学って入るのが難しくて、まあ卒業するのはって言うじゃないですか。アメリカは逆で、入るのが
まあそんな難しくなくて出るのが大変なの。ああ、まあそれめっちゃわかるわ。うちの大学のロシア学科やわそれ。知らんけど。うちの大学のロシア学科、フランス学科みんなせん。そう。だいたい1回戦終わったら留年生がドロドロとできんねんもう。へえ。あ、そんな感じなんですね。そうかもしれない。ロシア学科。え、じゃあ4年生ってこと？ね、4年生じゃない学校で、うん、難しいんですけど、うん、なんていうのかな、専攻を2つ取ったんですよ。うん、ダブルメジャーって言って、うん、ミュージカル専攻とダンス専攻っていう2つを取って3年半で卒業しました。天才やん。いや天才じゃない。ミュージカル界の異端児やん。いや言い過ぎでしょ。いやそれがでもどのくらい難しいのか分かんない。いやでもダブルメジャーっていうぐらいから言うたら大谷翔平がそのバッターとピッチャーで行くそういう意味じゃない。だそのダブルでメジャー行くぞみたいなことじゃなくてまた野球混ぜてくるでしょ、はい、スポーツ混ぜてきはったらちょっと危ないですよね。大好きなんですよね。いやそれ全然。あ、そうですか。全然すごいことじゃないです。そうなんですか、はい、でもそれ3年半向こうで暮らして、うん、あ実際ね、うん、向こうの人だってその、まあ、僕も一応英米学科だったんですよ大学。ほうほうほう。あのなんでも笑う。僕も一応ね英米学科ですから、はい、だからこうやって今アフロも似合うんですけど英米学科。あ、そんな理由やったんですね。英米学科やったんですけど、それは、はい、英米学科で学んだことなんですけど。あ、そうなんだ。そんなこと教えてるんだ。え、それってその要はそのなんていうんだっけ、ホームステイ的なことじゃなくて、ほんまに18区でシェアしてましたね。あ、なるほど。流行ってるね。アメリカ人とか流行ってるかどうかしら。当時流行ってたね。アメリカ人とか、うん、台湾人とか。あ、そのこっちから行く、うん、向こうの人たちと、はいはい、自分で探して、うん、その結構アクティブですね。すごいですね。ねえ、その時はねえって。壊れたのことなかったんでしょうね。いや、なんかでも自分でびっくりしたのは、うん、留学するって決めてから、うん、英語だって思ったんですよ。え？そこ大事ですよね。アメリカの大学行こうって決めてから、うん、あ、英語やし、うん、一人だって。え、それすごいな。だってもうそんなん言うたらさ、幕内に入ってからあ、負けだって言ってる。違う違う違う。負けだ。そんなことはない。負け言わないと。いや、そんなんだよ。髪の毛伸ばさないと。髪の毛、髪の毛で来ますね。それまではええからさ、別に。あ、でもそうかも。え、ほんまに違うでしょ。違う。違う。いや、ほら、例え。例え。思考が踏めないとか、そういう技術的なこと。それは別に真っ草でも踏めるでしょ。あ、そうか。見た目のことばっかり言われたの。あ、そうですか。そこに行かないとどうしても学べない何かがあったんですか？そう。いや、ミュージカルじゃない、やっぱりそれ。なあ、ミュージカル。まあでも日本でも学べるじゃないですか。結構真面目な話するんですね、ここ。当たり前やん。どんな番組だよ、ずっと。いや、85% それですよ。85% これですけど。今だからその 15% です。15% です。よかったよかった。こんな喋っていいんかなって思ってびっくりしちゃった。え、逆に喋って喋って。なんで喋らんとこって思ってた。2時間ありますから喋ってください。はい、大丈夫ですよ。なんか、めっちゃセキュララに喋れます。セキュララに喋って。喋りましょう、喋りましょう。大学の受験勉強みんなしてたんですよ。私もなんか予備校みたいなとこ行ったんですけど、なんでこんな勉強しなきゃいけないんだろうと思って、うん、なんか目的があったら頑張れるんですけど、うん、目的なかったから頑張れないと思って、うん、で日本の大学をこう見学行ったんですけど、うん、あんまりその、うん、うんってなって、こんかったね。そう、こんかなくて、で留学のパンフレットとかもあるじゃないですか、うん、見てたらなんかテーマパーク経営学とか、うん、なんかいっぱい学問でそういうなんかエンタメがいっぱいあったんですよ、うんうんうん、大学に、うん、でこれなら勉強するよと思って、うんうん、あ、そうだよね。そうテーマパークだもんだって。これならするよと思って、うん、もう私ここにしますって言って。え、それ誰に？親に私ここにしますって言って。親でもとりあえず反対するでしょ。いやいや、多分まっすぐな目をしてたじゃないですか。なんかこう、いや、それでも言うたらそのアリーと同じような環境じゃなかったらさ、はいはいはい、その言うたら俺とかみたいな家に育てたらそんなもん行くもクソもってなるからさ。え、そもそもそのね、普通の一般家庭ではなかなかそんなね
あ、お金とかもってこと。お金ですよ。お金以外何もない。アリーさんのとことかもそうでしょ。言葉を濁すから、ね、いやそこをね、あれなんですよ。実を言うと大体いつも構図として1対3なんですよ。大体秋田さんとかも割とねちょっと裕福なご家庭に。そんなことないよ。全然青木さんがやっぱ飛び抜けてるんですよ。まあうちはちょっともう本当にあの信じられないような。魚取って食べる。魚取っておやつにしてます。貝です。魚じゃない、貝です。磯物の方です。あ、まあ磯物じゃないってことを解決したんですけどね、名前がね別にある。いや、わかんないですけど、やっぱり人だけ飛び抜けてるからね。そうなんですよ、僕うちはちょっともう本当にあの山菜とかでしたからね。山菜晩ご飯、山菜とかでしたから。あ、お米ありますよ。でも山からね、吹きとか取ってきてね。あ、そうなんです。いや、でもいいけど、まあ、出ます。それはお前、美容とか健康のためやるね。いや、あのね、近所からもらう。え、吹きを。はい。だって生えてるもん、そこの辺に。まあそうだよね、うん、でも、まあ、横にはなんかビーフストロガノフとかなんかあの子羊のフィレとかがある横にお前添えられてんやろ、お前。貧乏な人の考える高級料理ですね。子羊のフィレって何。わからん。なんかフィレは肉の部位やから。子羊の、まあ、フィレステーキなんとかですよね、言いたいですよね、はい、食べたことありますよ。子羊のフィレってヒレ肉ちゅうことちゅうよ。まあまあヒレ肉です。はい、わかります。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ親御さんはいいよっつって。お金は日本の大学に通うのと一緒ぐらいなんですよ。あ、へえ、そうなの。ほんまに実は一緒なんですよ。そう、え、あの、そ、でもアメリカのなんだろうな、高い大学行ったら高いですよ、うんうんうん、でもその私が行ったみたいな2年制の大学と か、うんうん、なんかそういうとこやったら、うん、日本の公立で一人暮らしして通うぐらいかな、多分そうなんですよ。へえ、ほんまに。じゃあまあ安いですね。もうでも選んだんですね、うまいこと。そうですね。そう。なんでぎこちなの。いや、ちょっとなんか今、はい、あ、それでも青木さんは無理かもしれないみたいな。ちょっと匂いを感じ取った。そうなんです。ちょっと、あ、ちょっと、ね、なんか服とか食べてるのでは。バカにしないでください。ごめんなさい。貝食ってたからって。貝はええやろかよ。その辺の金持ちもみんな食いよるからかよ。なんか、こんな、おまるね、わからんけど。おまるやっぱり分かってないじゃないですか。西山俺だからしたら、もう目つぶって取れるもんだって、貝。すごい。銃で。それはすごい。すごいな。そうなんですね。あ、そうですか。そんなやってるんだ。英会話講師なんてやってるんですか。それで日本帰ってきて最初にした仕事が英会話の講師だったんですよ。そのヴィーナスやる前に。あ、先に。へえ。すごい。まず仕事しなきゃと思って。あ、そうですね。で、まあ英語喋れるし、うん、と思って英会話。そうなんですよね。なんですよ。結局ね、あの日本でね、あの英米学科とか4年5年行くよりね、はい、アメリカ1年多分喋れるんですよね、結局。で、僕は言われました。僕だから逆に英米学科行ってたんで、はいはいはい、まあ、結果ね、喋れるどころかじゃないですか。知らないですけど。どころか何なんですか。いや、もう本当にルー大柴ぐらいのレベルですよ、僕の英語なんて。英語喋ってるとこ聞いたことないですよね。聞いたことないっすよ。たまにね、出てますよね。いや、出てないと思いますけどね。そうですね、聞いたことはあまりないなと。一単語も聞いたことないです。ほんまですか。こ、はい、んなことリアリ今でも初めてかもしれない。ほんまベンダースの時に海外の方が言われた時にプッシュプッシュっていうのを聞きました。やったことない。そんなことない。言うてちゃんとやっとるやろ。言うてた、とりあえずプッシュって言ってました。プッシュプッシュ、うん、なんかプッシュみたいな。チョイスチョイス、あ、そうです、ね、そうです、それ聞いてました。チョイスオブスリーみたいな。チョイスオブスリーもうあかんやばい、喋れる人とかあかん、今日はバレるわ。今日はバレるわ。喋れなくてもそのくらいわかります。チョイスオブスリーよ。そんな感じ。で、ヴィーナスに入って。そうなんですね。ちょっと、踊ったろかみたいな。踊ったろか。ね。そうですね、踊りました。チームヴィーナス。これはどうなんですか、この、まあ、アリーさんもね、あの、オリックスじゃないですか。そうですね。こういう、その、これはもうヴィーナスさんも、当然こう、この時もドームですよね。ドームです。ドームで、あの、ホームゲームの時。ちょっと踊ったり。そうです、ホームゲームと、まあ、遠征先の主催試合の時に行く感じですね。あ、ほんまに。何人ぐらいあるんですか、うん、私の年は
15人でした。あ、15人で、でまあね、ちょっといろいろ裏ではこうまあね、ちょっとこうビーナス代でのね、誰がナンバーワンビーナスかみたいな。ビーナス言うてんのに、そんなんやったんですね。いやでもビーナス入る大変ですよ。まあですね、あ、そうなんですか。本当に、あ、そうな、倍率は高い、すごい高いです。本当に高いですよ、ビーナス。ほんまに、はい、それはそれはやっぱりいろんな要素ですよね。そのただ踊れるだけではもちろん。ダンスはそんなに大事じゃなかったですね。え、ギャルイーナスさんは容姿が大事って言う。イエーイ、イエーイ、はいはいはい、なるほど、本当に。あ、そうなんだ。ハイタッチやねん。え、どこに英語学科、いや、関係ないし、容姿が大事やよ、話してもらって言われてますね。なんか今はダンスに力を入れてて、すごいダンスチームとしても頑張ってるみたいなんですけど、うん、当時はなんか個性とか、ダンスは踊れない子もいっぱいいましたし、そうなんです。私はそれこそ、オーディションでプレゼンしたんですよ、うん、私が入ったら、うん、英語のレッスンのイベントをやりますで、子供たちがその外国人選手とコミュニケーション取れるようなこういうイベントをやりますっていうのをプレゼンしたんですよ。それ20そこそこでできんねんで。そうですね。それで実際に入ってからやらせてもらいました、そのイベント。すごいですね。嬉しかったです。いや、そうなんや。何を笑おうと思ったお前おにぎりかぶってるだけやんけ。一方ビーズガールズの時は被ってないんだよ、一回も。あ、そうなんだ、はい、最近です、被り出した。おにぎり被り出した。おにぎり被り出した。なんか今おにぎり被って、被り物して、MC してはんの。オリックスで MC してるんです。そうなんですか。おにぎり被って片やね、片や、片やですね。いやいやいや、検索したら出てきたおにぎりのやつ。はぁ、うん、あ、これやと思って。そうなんですよ、ね、似合うでしょ。あ、似合ってた。被り物似合うんですよ。そうですよね、被り物似合いますよね。面白かったです。いや、そうですか。で、もう USJ で、これで関西ってことですね。そうです、へぇ、関西来ました。これ USJ やっぱやりたかったってことですか。単純にテーマパークダンサーになりたかったんですよ。あ、ディズニー。あ、そうか、それでテーマパーク学んでたわけですからね。そうそうそう、確かに。でもそれは経営する方でしょ。でも経営する、うん、なんか自分ができるって思ってなくて、日本で。うんうんうん、なるほど。めっちゃまた真面目な話になっちゃった。全然いいよ。この番組は何やと思ってんの。どんだけ、どんだけふざけたことばっかり言う番組は。もうそんな、いやいやいや、真面目すぎ、真面目な話してくださいよ。割とみんな真面目に喋ってると思う。8時半ぐらいまでは。でね、まだ大丈夫です。まだ大丈夫、まだ大丈夫、はい、もうちょい配信して真面目に、はい、行きましょう。なんか、はい、その日本にいたら、そのダンスとか、うん、そのプロのエンターテイナーって、うん、なんかその限られた人たちがやるものっていう印象があったんですよ。ちっちゃい頃からやってきた人とか、うん、もうそういう学校に行った人とかしかできないと思ってて、うん、で私ももうダンス部だったりとかやっては来てたんですけど、うん、まさかそっちのプロに自分が行けるって思ってないから、うん、あ、じゃあせめて経営学でもいいからテーマパークのことやりたいと思って行ったんですよ、うん、はいはいはい、でそれがラスベガスだったんですけど、うん、したらアメリカの大学はいろんな年齢の人がいるんですね。あ、その日本の大学生とかと違って、その元お年召した方もいるし、うん、ちょっと上ぐらいの方も、みんな学びたい人はみんな来てよくて、うん、でしかも、授業が自由に取れるんです。なんか日本のシステムはちょっとわからないんですけど、うん、なんかいっぱいあるクラスから自分で最初の2年間ぐらい使って選びながら、最後の3年生ぐらいになるときに専攻を決めたらいいよって。ああ、はいはいはい、はい、うん、だから何でも好きなクラス取ってよくて、うん、で私も、まあ、テーマパーク経営学ってやりに行ったけど、うん、本当はダンスとか芝居がやりたいから、うん、そういうのを取ってたんですよ、うん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 、そしたらそこにいる人たちがもうみんな本気でプロ目指してて、うん、でなんかいろんな年齢のいろんな容姿の人が本気でプロ目指してて、でなんか誰もお互いにこうバカにしたりもしないし、なんか 見る限りもなんか、いや無理でしょみたいなことがあっても、うん、絶対そんなこと誰も思わないし、うん、っていうのを見てて、え、なんで私経営学学んでるんだろうと思って。なるほどね。経営するんじゃなくて、私はプレイヤーだよ、プレイヤーだよってなって、でサンディエゴの、ミュージカルとダンスを勉強できる学校をに転校したんです。なるほどね。めっちゃ真面目に話しました今。いや、いいよ全然。めっちゃみんなうなずいてなんでそのこと最悪感があるの。してんの、面白いかな。じゃあ俺らも割と真面目に喋んねんで。本当ですか。
うん、ただ俺らはその物量が多いから、うん、まあね、物量が多いってどういう意味で、要はその投資でずっとやってるからたまにあるやん、だいたい3回に1回ぐらいね、はいはいはい、3分ぐらい真面目な話しますもんねちょっと5回に1回ぐらいですかねたまにしますよ ね、たまにします、いやでもすごいですね、そういう感じでね、そういう経緯があってのことでした。なるほど、ほんで今のプレイヤーでね、ダンサーとしてみたいな感じでね、まあ役者でも帰ってきて、英会話講師になったんですね。そう、英会話講師、あのとりあえずお金稼がないと、うん、まあ確かにと思って、ね、それだからそのレッスンとか、うん、東京で活動したことなかったんで、うん、その東京でレッスン受けたりとかオーディション受けたりとかする、うん、傍らの仕事として英会話講師やってたんですけど。なるほど、うん、いいんじゃないですか。でもね、あの人前に出るやつは絶対いいですよ、うんうん、で人に教えることってね、自分の学びになりますから、うんうん、ちょっと今ええこと無理やり言おうとしてなんか感じましたね、そういう無理くり感はありましたね、ありましたね、一瞬で空気が変わりましたもんはいはいみたいな感じで、あいつちょっと無理してる、無理したな、今はなりましたね。ね、アフロギリギリで被ったくせにみたいな。そうですね、残り10秒で取りに行きましたね。ね、そうですか、うん、まあね、せっかくなんで、じゃあもうちょっとね、はい、ちょっと小野村さんのことをね、知ろうということで、はい、またいつものこの僕が考えてきた質問をね、よっしゃ、投げかけてみたいと思います。はい、てあ、ごめん、うまいこといかんかった。びっくりした、何が始まったの。いや、なんか今出るかなと思って このイントロみたいな全然出んかったけど、成功の形が全然見えへんかった。小野村さんの、はい、こう、あだ名名鑑みたいな。なるほど。小野村優ってなんかすごくいい名前やな。本名ですよね。本名です。ね、よくないですか、小野村優。え？本名小野村優いいですよね。めっちゃ綺麗じゃないですか。いや俺もなんかもう聞いただけで柔らかそうな人ってイメージなんですよ、ね。小野村がまずいいですね。小野村いいですね。小野村いい。ありきた。ありきたはやっぱりあかんわ。ありきたみたいなね。断然小野村です。断然小野村ですよね。絶対小野村です。はい、はい、小野村優。あおき。言い方じゃない。言い方ですよ。小野村ね。これ海外行ってたやったらなんか面白い呼ばれ方をしてた。そうですね。あだ名どうですか。ね、海外は、うん、私 U じゃないですか、うん、YOU が、うんうん、そう、あなたっていう U とややこしいんですよ、うん、確かに、はいはい、必ず初めましてって言って名前やったら U、うん、に U みたいな、一見ってくるんですね絶対なるんですけど、はいはいはい、私はもう2000回ぐらいそれやられてるからでもこの人にとってはもう初めての経験だろうなって。エンターテイナーやな。いやーみたいな。なみたいな。ユーユーみたいな。めっちゃ優しいじゃん。それほな今ダルビッシュもその状態なんかな。おお、ほんまや。ダルビッシュもそうですよね。まあまああの人にもなさらね、こういう人間やらないと思うけど。あ、そうなんですか。絶対なるんですよ。そうですよね。結果、ユーって呼んでくれるんですけど、はい、あのアメリカでそのダンスのリハーサルかなんかやってた時に、こう前で振付師の先生がなんか、あなたはこっち行って、あなたはこっち行って、言うなんとか言うなんとかって言うじゃないですか。でももうどの言うみたいな、なんかみんななるんですよ。そう、んんみたいななるから、そのうち先生がなんかヒュヒュみたいな呼び出して、どういうこと、なんかもうその母音ごと変えたやん。ちょっと差をつけたんですね。なんかある時、なんかヒューみたいに言われ出して、私のことと思って、あ、オッケーみたいな。したらやっぱりヒューって言ってるんですよ。それは別になんか北部なまりとかじゃなくて、途中からそうだった。途中から。あ、そうなんですね。許可もなく。面白い。なんかあんま許可は取らないですよね。ある日誰かが呼び出すんで。でもまあおかげで、こうあのスムーズにリハーサルが進むようになりました。ヒュー、ね、他の人もそれに習ってヒューって呼び出したんですか、じゃあ。呼ばなかった。あ、そこは呼ばない。ここはでもヒューじゃない。なんかヒューってかっこいいもんね、向こうでもね。いいと思いますね。覚え、絶対覚えてはくれますね。そうですよね。うん、あ、ユーユーってことやもんな。そう。っていう風に言われるんですよね。そう、みみみのみたいな。なんでみたいな。なんでやろ。あの俺らがポカーンとするやつだもん。
今このタイミングで笑ったらね。アメリカンジョークの旅ですよね。はい、いいっすね。でもどうですか、もうちょっと若い時、若い時っていうかちっちゃい時どうですか。ちっちゃい時、小学校とか。オノム。オノム。あ、そうか。なるほど。あ、でも分かる。そのオノム的な感じ分かるわ。オノム的な。なんか分かる。すごく分かる。いや、そのあだ名としてそう呼ばれる感じあるやん。なんかブームってあるよね。うん、なんかこうその俺らとかやったらなんちゃらっちってつけんねん。そうですね、青木っちとか、うんうん、矢島でやじっちとか、ババくんやったらババっちって呼ばれるような。誰なの。ババっちやん。ババっちやん。ババ電機の息子やん。知らないよ。誰や。でもまあ、ね、オノムいいですね。そうですね、なんか森から出てきそうです。なんでオノムだよって。あ、オノムだみたいな。わからね、そのまあまあ、オノムとって言うの言わせん。無理よ、ママ。オノムは、オノムはすごい、すごいから無理よみたいな。お母さんのキャラもおかしいでしょ。仕方ないな、パパがオノム。なんで家族、何してんだその家族。でも茨城やったらなんか関西とちょっとニュアンス違うんですかね。あだ名ですか。そうですね。でもあんまりあだ名つきにくくて、ゆーちゃん、ゆーが多いですよね。ゆーちゃんか、かゆーちん。あ、でもまあ、ゆーちん、ゆーちん、ゆーちんですね、か、おのむ。やっぱりおのむ。おのむいいですね、僕ちょっとおのむにしようかな。あ、僕もおのむいいな。おのむいいですね。僕おのむら推しですから、やっぱり。あれね、なんかおのむってよくないですか。いないですわ、あまり今やろ、はい、あ、じゃあ俺らだけおのむにしようぜ。おのむ、おのむってくるね。おのむいいですね。いや、そうですか、はい、じゃあ次は行きましょうか、はい、最近の、私の最近の流行り、これはね、うん、もうあれしかないんですよ。え、なんちゃう、ハム。ハム。え、それはアマチュア無線ってこと。これちょっと、ね、最近これコアな人しか分かんないですかね。アマチュア無線。いや、分かりますよ、うん、最近ハムって。ハム、ハムばっかり食べちゃう。え、その生ハム的なことってこと。普通のハム。普通のハム。ボンレスハムですか。ボンレスハム、ロースハム。あ、ロースね、うん、スライスロースハム。コンビニ、いろんなコンビニのハムを食べてます。え、そう、なんで急にハムにハマったんだろう。前からハムは好きだったんですけど、うん、なんか今年の夏の私のその体とハムとの相性が。年ごとにそんなあるんですか。あります、あります。でもちょっとわかりますけどね。ありますよ、そんなブームみたいなね。今年の夏、うん、あ、そうだ、今思い出しました。今年の夏ぐらいに出てた舞台は、うん、私袖水が全部ゴゴティのミルクティーなんですけど、うん、いつも、うん、だったんですけど、今年の夏はカルピスウォーター一択。一択。え、カルピスウォーター、あのジュースのやつ。カルピスウォーターの方です。ウォーダー。ウォーダー。びっくりやな。俺昔ネイティブ先生の家でさ、ウォーダーって言って言うたことあったっけ俺。いや、そうなんですよ。俺調子乗って、はい、あ、みんながなんかネイティブの先生に呼ばれて、宇宙大学英米学会が、うん、でみんながそれぞれなんかワインとかなんか言って、俺調子乗ってウォーダーって言ったらコーラ出てきたで。全然通してない。それもう俺もオーケーロングオーダーコーラコーラって伸ばすとこだけやもんね。ウォーターとコーラ。そのなんで急にカルピスウォーターになったんですか。ゴゴティのミルクティーから。いや、もうなんか私の体が欲してんの。欲してましたね。オームはちょっとそういう体に従う派やな。はい。あ、そうなんだね。かっこいいダンサーってね。なんでお前黙りだすの。そうだね、ベーゴをかぶってんのに黙るってどういうこと。ベーゴの関係だよ。ないな、ダンサーって言われてから私ないなと思って。うん、ああ、なるほどね。うん、そうか、でもそうなんですね。ハムもまだちょっと気になってますね。まあ、ハム、はい、ハム全然消化不良だから。ハムって、だってそんなにパクパクいけます。あの、夜ご飯ハムです。あの、夜ご飯ハム、スライスされてるやつのハムをずっと食べるんですよ、うん、ハムだけを、だけを、ハムだけ、マヨネーズをうん、塗ってこう挟んで食べたいんですけど、うん、マヨネーズを塗って挟むってちょっともうそれ意味がわからないんですよ。その丸いのをこうサンドするって。あ、違う違う違う、ここにマヨネーズして、うん、こうしてこうです。いやそれ僕今言うたやん。その丁寧にやるんじゃない、その片手でやんねん。両手じゃないねん。向き違う、2枚と思いました。あ、いや、こうこれをこういう、そうです、こういう意味ですよね。それでも、それでもまあ言うたら結構割と体にそんなにいい食べ方じゃないよね。そうですか。え、
まあ、肉だしと肉だしだけど肉だけの方がいいんじゃないですか油分のそのマヨネーズ的なものってあんまり僕なんか昔なったことありますよ病気え酸性皮膚症みたいな大丈夫ですかマヨネーズ食べ過ぎてなんでそんなことなの分からん何になったんですかえ酸なんかね怪我しても、はいかさぶたがなかなかできへん病気みたいな、それ白血病じゃないですか。でも今元気やもん。それ小学校低学年の時になりましたよ。どんだけマヨネーズ食べたんですか。分からん。そんないかへんよ。それはもう そっちがまず病気やないかな。マヨネーズをこうチューブごといくの。チューブをニョって。あ、そうですか。ハム以外はハムしか食べないんですか。そうですね。でも最近マヨネーズをつけない方が美味しいハムに出会いました。マヨネーズをつけない方が美味しいハム、あらかたそうじゃん、うん、俺も今あらかたそうかなと思いながら いやいやいや、ちなみになんですか。ファミマのもうね、いや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 ってなるわそれはもうだってファミマのの時点でいや違う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 、そうですよね、それ以上聞こうって今なってる。ファミマ見てください、聞いてください。えファミマの虫が強いな。ファミマの何ですか、ね、名前あんま覚えてない。覚えてないんでやねんな。聞いてくださいとまで言ったの に耳を貸したのにもかかわらずそうです、 あなたに言うことはないですだいぶむちゃくちゃやったね今。いや、はい、あの最初の2文字は覚えてるんですよ。言ってください。燻製。あ、もう何かあってなってる。ファミマの燻製。ファミマの、え、ファミマを燻製するの。違う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 、ただの家事やん。家事やって。燻製なの。ただの家事です。面白い。燻製なんちゃらのハムですよ。あ、でももうそんなないですよね。選択肢としてはね。値段はどのくらいですか。あ、気にしてなかった。おいおい、ありかお前は。いや、だってコンビニのハムってだいたい150円ぐらいですよ。150円ぐらい。あ、でもセブンのなんか安いやつありますよね、100円ぐらいのやつ。まあ、少ないです。もうええわそれ。もうええわその、そのハムの量まで行き出したらもう。あのぐらいの量やったら150円なんだ。燻製のやつはこれぐらいの厚さの分入ってます。うん、そんなに、はい、こんなに入ってる160なんですか。それでもカットされてるんでしょ。はい、うんうん、だから10枚ぐらい、もっとかな、20枚ぐらい。そんなに。ほんまに。嘘かも。嘘やろすごい、やばい、早いなその嘘に行き着くまでが早いだいぶむちゃくちゃやね。いや多分脳さ通ってないよね。そうですね、反射で喋ってるよちゃったね。あ、そう、でも夏終わりましたよ。夏終わったらその趣向も変わるんじゃない。そんで一回飽きたなって思ったんですよ、この間。そうやな、飽きたわと思って、うん、そう、はい、あ、ついに来たと思った、秋が。いや、もうええやんけそれ。まだハムに越してすんのか思ったんですけど、はい、結局その2日後にハム食べてたんですよ。え、秋が来たはずなのに。おか、秋と秋をかけたのこいつ。いや、僕もちょっとそう思う。あ、マジかよ。俺気づいた。でも飲み込んだんですよ。あ、そうなんや、俺言ってもうた。でも気づいてなかったそれ。あ、ごめんごめん。一番恥ずかしいわ俺ら。あ、そうですか。はい、そうですか。でまたハムに、じゃあもしオノムに何か差し入れすんのやったら、まあハムとカルピスウォーター。そうですね、カルピスウォーターか。まあ、危なかったですけど、ね、ちょっと釜噛みしました。カルピス、カルピス、はい、厳しい。でもハムね、生物なんでね、なんかなんか難しいですけど。そうですね、あ、でもそこだからあれですよ、なんかあの保冷的なやつ。そうですね、でも私自分ではあの塊 の夢のハムの塊は買えないんで、うん、ローサーム的なやつ、なんかすごいやつ、ブロッコリー、あブロッコリー、あの、うん、そんなの、まあ、あの、まあ、でこうなんかあのナイフみたいなやつでこう切って食べるやつね。あのハイジのね、ハイジのおじいちゃんがようやっとった。イメージが逃走してる。ハイジのおじいちゃんがこう、ね、このなんかナイフみたいなこう、こうナイフのままいくやつね。はいはい、プロシュートみたいな。プロシュートはだってまだ違うでしょ。それじゃないですか。でもそいで食べるとそれじゃない。あ、そうなんですか。うん、塊で来るってすごいなんか。まあ確かに。じゃあ塊ですね、僕らが持っていくのは。いいですか。あ、全然いいですよ。持ってきますよ。で、ちゃんとあのチクレザーみたいなのもちゃんと入れて。ね、はいはい、でも当面ないんですよ。そうですね、そうですね。ワークショップの現場でワークショップ恥ずかしいでしょ。ワークショップに僕なんでそのハムの塊を持って。もう多分ですけど、ほとんどのその生徒さんには、ああいつやばいやつやって言われて、小野村さんの崖やって思われる。これでいこうかな、これでこの眼鏡でハム持ってきました。やばいやつじゃん、やばいやつや。おもろいけど。
思い出されるもん、思い出されるよね、まあどうせやったらね、あ、そうですか、はい、今だから言える過去の現場でのやっちゃった話、これありそうですね、いっぱい今の感じやと、確かにそんななかったんですよ、でも嘘、だってもうこんなやつおらんもんなかったんですよっていうやつ見たことないもん、いや多分すぐ出てきますよ、なかったんですけど、でもあれを話そうって思いました、あ、なんですか、アメリカの時なんですけど、あのもう稽古がもうしんどかったんですよ、もう朝から夜中までずっと稽古してて本当に疲れてて、そのミュージカルの、そう、うんうんうん、ミュージカルの稽古で本当に疲れて果てて、うん、でアメリカって高速道路が無料なんですよ、おー、そうなんで、無料なので、あの市内の、大学にちょっと離れたとこから高速を30分ぐらいぶっ飛ばして通ってたんですよ、うん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 、で夜中は全然車通ってなくて、うん、でしかも4車線とか5車線とかなんですね、で、まあ、こういう風にこうハンドルのとこにこうやって使われて、こうやって疲れたなと思って、おお、それお前20歳そこそこのやつがやっとるやろトラックやろうトラックやばーち、20歳ぐらいですね、20歳ぐらいで、20歳でクロス、20歳でクロスはやばいやろお前ハンドルのここの穴です、うん、穴にこう突っ込んでこう、あ、休憩しながらこうやって運転してた、まあ、なんかもう分かるわそれ言ってたんですけど、うん、そしたらなんかすごい疲れてたから、うん、こう蛇行運転してたみたいで、うん、気づいてなかった、ね、寝てたってことそれ、寝てはいないんですけど、寝てはいない、もう疲れてるし車いないから別に全部自由じゃないですか、いやいやいや違う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 、何勝手なこと言うの、全部自由じゃないからまあ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 、でもまあまあアメリカ的な国はね、おおらかな、まあそのそうそう法律より目の前の、違うと思うよ、誰もいないしなと思って、うんうん、でもそんな気にしてはなかった、確かに気にしてはなかったんですよ車線を、うん、でもこうすごい揺れてたみたいで、うん、後ろからパトカーが気づいたら、うん、ふーってなって、はい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 、なんか喋ってるんですよ、うん、そう、あのあれで、あの覚醒器、ね、覚醒器みたいなのでわーわー言ってるんですけど、うん、まあ英語で早いし、うん、なんか雑音すごいし、うん、何言ってるかあんま分かんなくて、うん、でもこう止まれって言われたんだと思って、うん、横に止まったら、うん、なーみたいな、なんか止まれじゃないみたいな、どうしたって言ってんだよみたいな、なんかどうしたって言ってんだよ、どう答えたのそれワイパーでなんかあれブレーキランプ、あーリーガーと思ったなんかわからん答えるにも一旦止まらんとしたからね、それを怒られてもね、そうで、なんかもうパニックになって、うん、もうどうしようどうしようってなったら、もういいから止まりなさいって結局なって、うん、で止まって、うん、たら降りてきて、うん、でなんかこうブーって窓こう開けるじゃないですか、うん、で何みたいな顔してたら、おう、ジャパニーズガールみたいになって、うんうん、なんか日本人の女の子だみたいな、うん、びっくりしてて、うん、一体どうしたんだみたいな、すごい揺れてたけど大丈夫、うん、みたいになって、あ、もうリハーサルで疲れすぎて、うん、あ、疲れただけみたいになって、うん、でなんか普通そういう風になると大体ドラッグとか、あ、まあ疑われる、疑われる検査をされるはずなんですけど、うん、もう何もされず、うん、なんかそっかって言って、じゃあもう家まで送るよって言って、え、で先導してくれたのかな、なんか一緒に家まで帰ってくれました、パトカーが、パトカーが、おい日本のパトカー見習えよおい、そこにおかしい、かわいいから、そこかわいいからですよ、いやいや、そりゃそうだよ、俺らやったらもう俺なんかただお前その辺で端に止めてるだけで車なんかくまなく探されるから、ね、ほんまもうそこやで俺今だったとこ、何やったら電話してた時とかも、なんかもう ここ電話してる、止めてで、はいはい、もう運転席の横からライト当てられてえって言ったら、ちょええって出たら、はい、ちょっと車の中調べさせてもらってお俺それだってもうひどい時、年間で3、4回ぐらいマジですごいっすねほんまに、あ、そうですか、かぶってないよいつものでもまあ車がねちょっと箱タイプの K の番だったんですよ、あ、やっぱ多いらしいんですよ、あのドラッグ的なのとかが、で僕らまあ役者やってたらね、後ろに僕もちょっと縦あるような芝居とか作ってたんで、刀とか持ってったりする、はいはいはい、そうですね、これなんやって言われてそれはもうどう見たって偽物やんかおいこれなんやって、向こうもじゃあ止めた限りは何かを出すまで頑張ろうとしはんねんなるほどね、もう何回もセリフ言ったんだってでも信用してくれ、木刀とかも積んでるから、あの刀はまだいいけど木刀は完全にあかんやん、あかんねん、あかんねん、そうそうそう、
ただもうどうしようもないからこっち、うん、そうですね、稽古積んでいかなあかんから、だから何回もセリフ言って、セリフ言ってどうなるんですかそれいやだから証明やん、だから芝居で使いますっていう、うん、いやここのページのこれじゃあ僕やりますよっつって、はいはい、台本見せたんですよ、もちろんもちろん、それで納得しはるんですか、いやもう向こうが逆に困って困んねん、大声でやるから俺もちょっともうちょっとイラッとしてるからはいはいはい、てめえらみたいなことを思いっきりやるから街中でもうはい、わかりました、わかりました、わかりましたじゃあちょっと今ええとこなんでみたいなすごいですね、はい、いやこれほんまになんか持っててもそれで切り抜けられますね、じゃあまあ最いや持ってないですいやでもやっぱアメリカすごいですね、なんかでかい大きい、うんね、器がでかいよね、国としてのね、そうですね、はい、やってみたいこと、おやってみたいことがあんまないなって思ったんですよね、逆に、うん、そんないろいろやってるからすでにやってるからって思った、やってないことがもうないでしょ、だってそんなことはないですよ、だってもうハムもね、マヨネーズつけて、いやそれはええやんそれただの食事、これってもうだって最終地点でしょ、だって人類が到達する最終地点ですよ、そんな生ハムをずっと食べ続けるってあれはちょいちょい食べるもんでしょ、だって確かにね、ね、お確かに生じゃないです、ロースです、あ、すいませんどっちでもええわまあそれ確かにちょっと気にはなったんで、いや、言えやまあわかりましたね、やってみたいことあるでしょ、絶対あるでしょ、やってみたい、いや、今で別に無理なやつでもいいんですよ、無理ね、無理ね、例えばわからんけど、あの地球、宇宙、宇宙遊泳とか、あ、そういうことですか、 でもいい、でもってことですよ、でも、ね、でも大丈夫ってことですよ、あミュージカルの、うん、なんか東あの梅芸とか、はいはいはい、大きい帝国劇場とかのヒロイン、あーできるすぐできる、そんなどうですか、いや別にいけるいける、いやいけるよ、多分やったら、やってみたい、歌えるんですか、歌やっぱり、歌はやってますよ、ずっと、ほんまですか、歌も歌えるんだ、歌は歌えるんです、いいっすよね、すごい、なんか楽器とかでもどう、楽器はでも子供の頃ピアノやってたけど、もうやってないみたいな、でも歌は、歌もやっぱりあれでしょ、ちょっとこういう感じで、あ、こういう感じで弾いてないじゃないですか、せめてもう弾いたら、うん、あ、そうですか、歌もやってはる、いいっすね、なんかいろいろ、ちょっとなんかね、一回飽き足らずとかも来てほしいですけどね、本当ですね、なんかやってるんですよ、ここで、あの広い方のイベントやってるんですよ、なんかいつも、このいつも同じようなメンバーでねここに大体ゆうたろうとか西原清美とか、あ、そうですね、福田圭とか、はいはい、佐々木康子とか、あ、そうですね、で、あとはまあまあこの前中野劇団ね、あ、そうですね、あれですけど、またよかったらね、はい、歌ってください、歌ったりとか、歌っていいですか、歌っていいですよ、もちろんですよ、歌ってくださいよね、歌うんやったらね、歌えるとこありますよ、僕、うん、今歌える人すごい募集してて、あ、そうなんですか、はい、今里にねジャズバーの僕マスターにならなあかんっぽいんですよ、来年めっちゃ勧められる、もう逃げられないぐらい、もうがんじがらめされてて、今大家、ね、70ぐらいの、そう、僕の元住んでたところの大家さんなんですけど、そこはあのピアノとかもあるんで、グランドピアノとかオルガンとかもあって、あ、そうですね、はい、そうそうそう、よかったね、また歌姫、歌姫、歌姫、ジャズって難しいですからね、でもジャズじゃなくていいんですよ、歌うのは、だって、あ、いいんですか、別にジャズを歌わなきゃあかんっていうこと、ミュージカルの歌ばっかり歌いますよ、私、どういうこと、ミュージカルなんかカラオケとか行ったら、ライオンキングみたいな、そう、そうとか、ミュージカルの歌ばっかり歌いたい、しかも英語でしょ、日本語でも、ね、ああ、そうなんですね、アナ雪とかそういう四季とか、まあ、そう、四季とか、宝塚とか、うん、歌でも、その普通の人たちは、うん、おーってなるじゃないですか、だからみんなでカラオケとか行けば、ね、そう、歌えないんですよ、いいやん、全然歌ってほしいよ、俺とかだと絶対カラオケ行ったら、うん、むし歌ってほしいよね、あ、うん、そうですね、うん、そういう時ないと聞けないんで、俺らはだから谷村新司とかめっちゃ熱唱するけどそう、ね、谷村新司、レミゼ、谷村新司そんなおかしいでしょ、たぶん後で履歴見た人どういう人なんだよ、すごい気持ち、どうしたいのこいつはってなるだろうな、多分な、確かにね、はい、私がドキッとする男性の仕草、これ一番興味あるんですよ、なるほど、もう正味、ね、もうここに行くためのこの4つなんか伏線ですよ、だからもう何や、長かった、伏線の仕方はい、あ、これ聞きたいですね、なんか何かしてるの見てドキッとするじゃなくて、うん、なんかこういうのされたらドキッとするなでもいいですか、もちろんもちろん、なん
なんか、いやでもあるあるですよ。あ、全然メモりますから。必死やん。なんでやどうすんのメモって。反復する。反復する。これができるようになるようにって。あ、そうですね。もう参考にします。まあ本当にあるあるですけど、うん、まあ、道路とかで歩いてたりとかして、うん、車来た時に、うん、もう本当に何も喋りながらとかでいいんですよ。さりげなくもうこうやってなんかでさーみたいな。はい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 。こう入れ替わってくれるとか。はい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 。僕結構それやる方ですね。あ。違うね違うね、もうさ、もう分かるよ、空気がガラッと変わったもんね。いやいや、やりゃええってもん違うみたいな空気ですよね。なんかそういうことじゃないやんっていう声が聞こえて、心の。いやいや、そこまで思ってないですよ。あんますか、うん、なんすかこれは。いや、後でね、ちょっと V 見て映ってるかどうかわかんないんですけどね、あの名古屋でね、ちょっとね。あ、そうですね、まあ名古屋にね、うん、そうそうそう、はい、それの時に話す。あ、でもいいですね、それわかりますよ。そうそうそう、しかもさりげなくね、話しながらね、そう、あの、そういうのがいいんですよね。とか、なんかこう喋ってて、うん、なんとかなんとかで、なんとかだから、結構ゴミとか、あー、あ、それ、誰か言ってたことあるわ。それはね、そうそう、ゴミ取ってる僕の髪の毛とかにゴミがついてたりするんですよね。でっかいのがね。虫とかついてたりする。そうやもん。そうですね。ずっとアフロじゃないですよ。そ, ううん、それでいくと、ね、ちょっと際どいラインなんですよ。誰でもそれやって許されるかは際どい。そうやね。まあ際どいんですけど、うん、もう一個上に行くと、こう、これもやばいんですよ。あー、わかるー。髪の毛ぐちゃってやってこう直してたりとか。イケメンに限る。あの子参考にならんな。そうですね、人によるんでしょ、結局は。結局すごいでしょ。そうですね、だってなんかね、後で訴えたところでさ、訴えるって何どこまでのことを想像してお前言っててんけっつって、俺やってみたけど全然最悪やったみたいな、ここになんか叩かれた跡とか手形とかついてきても、いやだから人によるって言ったじゃないですか。で、あ、そうやなって終わってしまう。確かに、まあ、接触するっていうのがね、ちょっと。そう、確かにね、これは気をつけないとね。わかるわかる、僕らツッコミとかなんで普段ね。あ、確かに。かちょっとノリでこうバーンってやってしまうんで、気づかなあかんなってやっぱ思いますもん。確かにね、そうなんですよ。わかる、全員が全員関西人じゃないからというか、ね、ボケてるわけじゃないからね。どれやったらいいやっていう話ですね。どういう人やったら許されるんだっていう話ですよね。何が、まあ、イケメンに限るってことですか。いやだからそれはもうあれちゃうの、なんか岡田准一とかそういう人がやってる、ね、そんな人でなかったらやったらあかんねんよ。岡田准一とかなんか分からんけどね、岡田准一、あの V6 の、ああ、ああいう子らがやったらいいんやろ、そういうのって。そうですね、俺らはその岡田准一が取ったゴミを下で拾ってたり地球汚した。めっちゃおもろい。それはそれでちょっと好感度上がりますけどね。ね、そんな感じですけど。そうですか。あ、面白いですね、でもね、やっぱりね。そうですか。でね、これね、いつも番組でね、8時40分になったらアリがね、おやつを作ってきてくれるんです、いつも。まあ、で、お客さんとかに振る舞ってくれて、僕らにもお裾分けが来るんですけど、はい、ちょっとじゃあ取ってきます。はい、取ってらっしゃい、取ってらっしゃい、取ってらっしゃい。なんかね、アリーのおやつって結構最近名物コーナーになってきましたね。最近っていうか最近というか、まあ、もうずっとやってますけども、ね、はい、ちょっとじゃあこの間にね、メッセージが来てるかもしれないんですけど、はい、メッセージはね、来てるのかな、今歌わないのって来てますよ。なるほどなるほど。ユウさん、私に、はい、ユウさん空で歌えるんですか。空で、空っていうか、そのなんか何も見ずに、何も見ずにというか歌えますけど、あ、伴奏もなしに、ダンスもなし、タカペラで歌ってできるんですか。うん、普通に歌うんですよね。はい、うん、でも、なんか何も出ないかな。何も出ないなんかいいもの出せない。あ、今、そうそう、今そんな雰囲気じゃない、雰囲気じゃないもんね。確かに、今でもなんか、ユウさんのダンスはいつ見てもすごいなって思いますって入れてくれてるって言いますね。どなたかしら、すごい、ありがとうございます。紫さん、ね、ありがとうございます。今日はありきたりですが、私は当たり前のように京セラドームに行ってますって人いますね。報告いらないんですよね、これね。分かってますからね。分かってますから、いらっしゃらないなって。やはら辺時点でね。これ、私が USJ 行った時の写真です。あ、これ、はい、え、それの中の人中の人ってか、え、これ、いや、これちゃん、はい、そうです、これ小野村優、はい、小野村優です。え、これ小野村優これもアリーシャープロックでね、
白雪さんが入れてくれて、へーほうほうほう、ちょっと違いますよ、なんか雰囲気、メイクすごいですからね、かぼちゃですからね、まあまあ、そう、うん、そうですね、そうなんですけど、これ何してるとこですか、かぼちゃですね、いや、そうやけどやろ、かぼちゃですねっていうか、かぼちゃ、うん、そうやね、いや、かぼちゃなんですけど、はい、その練り歩いてるんですか、パレード、ハロウィンのパレード、パレードですよね、はい、かぼちゃで。かぼちゃで。へぇ、じゃあハロウィンですもんね。そうですね。ああ、そうですか。でも楽しそうっすよね。なんか、ああいうの。これ踊れなさそうなんですけど。これは、うん、そうですね。あの、可動範囲が、なんか、この辺です。ですよね。うん、僕も昔、あの、僕じゃないわ。うちの相方の桜井がね、ナスビ長官っていう役で。ナスビの、全然わからない。ナスビ、ここ全体ナスビなんですよ。顔はちょっと出てて、はい、足がちょこっと出てるだけで、はい、途中でナスビ長官のダンスがあるんですけど、足ちょこっと出てる。緩いです。なんか、ずっとこうやってるだけ。これが可動域らしいです。でね、多分土曜日の昼ぐらいの公演だと思うんですけど、はい、こけましたからね。あらで起き上がれない状態が。ナスビ長官が起き上がられへんけど、あいつはずっとそのまま偉そうなこと言ってました。指示を出してます。落としたって誰か。でもかぼちゃも、うん、ここが全部かぼちゃなんで。ですよね。今見たらね。転んだら、うん、転んでなんですよ。ですよね。あ、ですよね。あ、助けてくれ。助けてあ、そうなんや。助けてくれんねややっぱり。助け合います。そうでみんなで。まあみんなこれかぼちゃなんですか。私がかぼちゃ役でした。ああ、なるほど、うん、違う、魔女役とかもんねや、うん、いっぱいいます。でもめっちゃなんかこれアメリカっぽいな、やっぱりだから USJ やもんな、それな、うん、ハロウィンですよ ね、 ハロウィン、ハロウィンね。じゃあそのオノムのそのワークショップの日程はいつなんですか。ワークショップですか。はい、いつだっけ。え10月うん、18、なんで俺知ってんの。知らん。すごい、俺すごい、なんで何よ。平日ですよね。はい、おお、15が多分日曜なんで、水曜ですね。これ何が18って分かったの、まぐれやわ。すごいすごい。なんか目で分かったんやな、多分。あ、そうなん。18日。18日の水曜日ですね。水曜日。これはあれさ、オノムのツイッター。はい、ツイッターで詳細出してます。あ、メールいただければ受け付けます。受け付ける。まだいける。全然行けます。あのね、今回が、お昼間と夕方のちょっと2コマで、うん、いつも夕方と夜させてもらってるので、はい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 、お仕事終わりの方とかも夜来れるんですけど、うん、平日の昼間にやる。そうなんですよ、今回ちょっと空いてなかった部屋が。そう、部屋が。それだけの理由。いろいろな理由で別の日にしたら。いやでもその日しか空いてなかった。このオノムの予定があんねん。ああ、そこの場所でないとあかんかった。なこともなかった。そんなこともなかったよ。ちょっとだから、いや多分安易やったと思うねん。部屋取りに行って、うん、夜、ああでもまあ昼と夕方でえっかって多分すぐパンとなっちゃっただけのことやと思う。あ、そうです。だよね。こんな深く考えてないんだよね、その時は。すごいな。それでも平日の昼言うって結構ね、うん、チャレンジャーですよね。はい、そうですね。だから何人定員ですか。10。あ、そんなもんすか。はい、ゲソゲソ、ああ、見たいんですよ、ちゃんと。あ、個人のことをちゃんと見てやりたいから。10も本当は嫌で、嫌だよ、ね、6が理想。理想、はい、でも大体最近は8とかなんですけど、ちょっとね、2人でね、まあ、それが最初出て、まあ、出てみんな揃った時にどの2人を外そうかな。来てくれてんのに。そういう方法。じゃあ行きまーす、最初。いいともみたい。あ、そうなんですね。はい、なんかさっきからカタ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 なんかちょっとアピールがあるんですけど。え、ほんまに。はい、あれ、え。ネズミじゃないですか。あ、ネズミか。上ね、ここネズミが住まわってるんで。そうなんですか。はい、アレキサリネズミっつってね。カタカタした。人数数えたんです。あ、そういうことか。じゃあついでにちょっと人数数えてて、うん、何そんな黙ってんの。なんで急に黙った。急にや、おかしい。ただいま。おかえりなさーい。今日まだあんまりね、写真には撮ってほしくないですけど、絵面が悪くて。牛乳プリンのマロンソースがけです。なんか牛乳プリンもう一個ありましたよね。あれは牛乳寒天。あ、牛乳寒天。今回牛乳プリンですって。全部自分、ちょっとね、映像が悪いんであんまり撮らないでほしいですけど。いやでもなんかマロンソースも作りました。酒のつまみみたい。酒糖みたいな見た目ですね。マロンクリームも自分で練って
夜な夜な、そう、昨日なんかこれ昨日から作ってたよね、昨日、昨日やっぱ固めなきゃいけないのと冷やしたかったんで、お前すごいよな、でも超簡単です、こんなことはい、あ、スプーン取りました、行くでしょ、あの安くあげるのと簡単にするために甘栗むいちゃいました、作って、ああでも、それを潰して、うん、潰して、はあ、やれよ、いやなんかね、すんごい崩れやすいんで気をつけてください、ね、ちなみに写真に撮ってもたなんかすごい絵面はクソ悪いんで、あ、みんな写してるね、なんかね、なんか今日はちょっとなんかあれですねそのこっちから見てる絵が面白いですね、なんかみんな何持ってんねんっていうかえ、オノムなんか作ったりするんですか、私も料理ですか、料理作りますよ、はい、それこそアメリカ行った時自分で作んないと美味しいご飯なかったんですよ、うん、ああそうか、甘っぽいもん、ね、なんかマッシュポテトとかばっかりやったから美味しいけど、米とかも、米ですね、日本食も作ってます、日本食が好きで、あそうなんや、煮物ばっかり作ります、すごい、すごいね、漬物が好き、本当にも、ああ漬物ね、絵面はねクソ悪いんですけど、わこれはありがとうございます、あのパサパサはしてないです、パサパサ、これでパサパサしてたらもうそれはすごいそれはすごい才能やね、これはすごいな、あだから絵面は悪いです、絵面というか美味しそうやな、でもな、スプーン皆さん取ります、ね、食べれます、豆腐みたい、これこの後あれなんですよ、ありきた人生相談室ってね、はい、聞きます、今関西の役者で最も悩める男を有北雅彦がゲストやお客さんの悩みを解決していくコーナーなんですけど、はい、このどこを持ってどこを制すっていうのをやってこのなかなか来ないんですよね、はい、毎回相談が来ないんですよ、はい、前回来ましたねお一方ね、あ、そうですね、ただ有北くんが答えたにもかかわらず、はい、アリーさんの答えだけを参考にします、はいはい、なるほどね、有田君の答えは参考されなかったですね、おかしな話ですよね、うん、食べれました、食べてるよ、本当ですか、美味しい、本当良かったです、うん、今日はどうなんですかね、これには相談ないですよね、あ、違いますね、美味しい、本当ですか美味しいです、よかった、すごい、うん、美味しい、よかった、うん、作る時間自体はすごい短いんです、あ、そうなんですか、はい、悪くない、固まる時間さえあれば、本当ですか、よかった、みんな無言になりますもんね、うん、これなんですよ、でもね、アリなんか喋ってんじゃん、じゃあ、作り方は甘栗 と、うん、生クリーム買ってきてぶっ潰しながら混ぜます、そしたらマロンクリームができます、うん、そして牛乳プリンは牛乳と生クリームとゼラチンでできます、以上です、あ、ほら青木さんが食べ終わった、もう喋れるなるほどね、そうなんですよ ね、 ね、雑でしたね、やはりなんか作り方とかなんかブログに上げていったら、写真をね、そうなんです、毎回言ってますけど、ね、あげようと思うんですけど、いつもね、測らないんですよね、だいたいこのぐらい、いや、だいたいとこでええねん、なんか決めてしもたらええねん、はい、なんかこれ混ぜて、例えばなんか、砂糖はベーって入れる、そう、砂糖ベーって入れる、ベーが出た、ベーでええやん、あ、はい、ありがとう、優しい、あ、優しい、任せてください、はい、そんなこと今までできなかったのに、本当だ、あ、じゃあゴミないない、ゴミないない、ちょっと回収してるんでその間に進めててください、はい、そうですね、はい、どうですか、なんか逆にオノムはなんか、まあ、悩み事とかあります、いくよあのね、お客さんがね、思いのほか悩み事を言わないんですよ、はい、悩み事も回収します、悩み事ある、書いてあると思います、今日なんか今日もいないですよね、てか多分ね、有北くんに相談することはないっていういやいやいや、でもこのコーナー毎回結構コーナーちょっとずつマイナーチェンジされていくんだけど、はい、このコーナーだけは、うん、サードシーズン始まってからね、はい、絶対残してるのに、うん、まだ一人しか来てないんですよ、はい、もう時間の無駄ですよね聞くよ、うん、全然聞くよ、どうですかね、うん、いやなかった、全然なかった、大丈夫でしょ、なんでるでしょ、変色なんですよ、いやそれはもうねそれはね、いや気づいてるんですか、はい、それはね、もうハムばっかり食べてた、それはね夜はっていうのは分かったけども、朝なの昼なのは何食ってるんですか、
あでもなんか煮物好きやとか言ってましたもんね。そうですね、昼はちゃんと食べるようにしてます。あそうなんだ、うん、体もいいもの、体にいいもの食べて、夜はもうハムとかザーサイとか、なんかあてやん。お酒ですよね。お酒飲むって意味ですか、結構飲むんですか。お酒はなしでそれを食べてるんです。お酒飲まない。もうそんな飲まない。みんなで行ったら飲みますよ全然。一人で飲んだりとかは、お酒好きとかはなくて、だからお家帰ってきて、うん、こう飲みながらつまむじゃなくて、はいはい、そのあてが好きなんです。あーでもそれは俺も分かる。俺もだからお酒飲まんけど、飲み屋めっちゃ行くんで。うん、お酒を全然飲まないですからね。コーラですよね。コーラですね。だいたいみんなと同じぐらい飲めるようになりましたね、コーラ。だからみんなが6杯行くならば、俺もコーラ6杯。コーラ6杯、はい、大丈夫ですか、糖分とか。いやもうだから太ってきましたよね。ただやっぱり太る方を取るか、はい、そのまあ飲み比べ的なところを取るかというと、飲み比べを取る。なんでよ。いらんでしょうそれ。俺は取る。飲み比べじゃないしか、ね。はい、店員さんびっくりしてるもんね。あそうでしょうね。4杯目ぐらいから。そうですね。まだ行きますかみたいな。もうお茶でいいじゃないですか。行かないですね、コーラですね。あ、はい、なるほど。変色ね、変色ね、変色でもあのいいんじゃないですか。だって全然お体で調子良さそうです、うん、そうですね。お元気そうだし、まあ、調子はいいんですよ、うんうんうん、じゃあいっかな、うん、あ、じゃあ悩んでなかったです、ね、え、直したいと思ってんねやったら、でも直せますけどね、それそこですよね。はい、直したと思ってないでしょ。だってさっきもハム、ん、私ハムそろそろ秋が来たなって言った2日後にも食べたでしょ。それも病気ですよ。普通ならば、ね、まあ、今年はですもんね、去年までは違ったわけだから。はい、初めてですね、そんなに。で多分ね、急にまた変わると思うんですよ、ハムから。なんか、え、お前の今の平和完全に起きに来たな。変わるんや。変わると思うで。変わるんですか、ね、いやそんなんだっ て, って、ね、生まれてすぐ生ハムになったわけちゃうから。確かにね、どっかの段階で、ね、だけでハム来たわけでしょ。何かだけを食べるっていうのはずっとあるんですよ。あ、うん、あ、この、そう、一時期はブロッコリーだけ。ブロッコリーだけ。ブロッコリーってあの緑のやつやんな。そうです、うん、だけってあれだけ食べる。それはそう、え、マヨネーズ出た。またマヨネーズ。マヨネーズが好きなんじゃないですか、結局。かもしれないですね。どこのマヨネーズですか。もうそれはどこでもいいです、ね、あ、どこでもいいねん、こだわりないねん。うん、ただカロリーハーフとかはちょっと味が逆に美味しくないですよね。美味しくない、美味しくない。普通がいい、うん、普通がいい、うん、意外やな。なんかもう今俺意外な意見しか全部聞こえてくるんだけど。だって一番気にしはるやん、だってマヨネーズとか。確かにカロリーすごいし。いや、美味しいものはカロリー高いんですよ。あ、そうなんですか。確かに。あんま気にしないですね。あ、偉いですね。うん。うん、まあ、こんな別にね。まあ、でもそれで。気にすることじゃないし。いや、気にしなきゃいけないんだけどね。そうなんですか。はい。でも。じゃあ、行くとこも行った方がいいんじゃないですか。あ、逆に。ね。うん、どうも、ありでーぐらいまで、はい、ぐらいまで、ぐらいまで。面白いですよ、その方は。もうおにぎりというよりはみたいな。そうですね。なんか油んでもいい感じに、なんかもうあのおでんみたいになってる感じ。三角三角みたいな感じまで行った方がおもろい。そうね、行くならね、行くなら、うん、中途半端じゃない。そうですね、そう、ちょっと踊れなくなるかな。いいじゃないですか、踊れなくても、あの転がっとけばいいんですよ。ああ、なるほど。おむすびコロリンの担当ですよ、お前はずっと。そうですね。ね、そのね、募集してます、お用紙。はーい。高いな。あ、そうですか。まあでもブロッコリーバランスとだ、あれちゃいます？だからその1日とか1週間単位で見る人じゃないんですよ。うん、だからもう5年とか。10年単位ぐらいで体が帳尻合わせる。あ、なるほどね。だからブロッコリー食べまくって今生ハムでしょ、うん、そろそろデザート行きたいはずやから。なんかずーっとなんか梨ばっかり食ってるじゃん。デザートはずっとサクレ食べてたんですよ。サクレって何ですか。サクレってあれ、あれデザートっていうの。おかしいですよ。あのレモンのやつやんな。レモン乗ってるアイスです。かき氷、かき氷、黄色いやつですね。あ、サクレをずっと食べてて、うん、夜ご飯サクレみたいな。いやいや違う違う違う、なんで夜ご飯でそれを入れてる。なんかちょいちょいおかしいよね。で、はい、もうサク
クレずっと食べてたんですけど、はい、やっぱちょっと涼しくなってきて、うん、あもうサクレじゃないかなと思って、うん、板チョコアイスに行こうと思ったんですよ。はいはいはい、冷たいよ結局。まあまあまあちょっとモナカの分ね。あのチョコレート板チョコアイスにを今度毎日食べ始めたんですよ。はい、そしたら、はい、昨日ですよまさに、うん、出会ってしまった美味しいカップアイスがあったんですけど、はい、チョコレートの。はい、何これめっちゃ美味しいと思って、板チョコよりこっちやわと思って、うん、でよう見たらサクレって書いてあるあ、サクレのチョコレートバージョン。何なんですかサクレと思って、お前やっぱりお前はお前の方から合わせてきたかみたいな。もうアホですよこいつは。こいつはね、まれに見るアホです。だいぶですね、はい、もう今までいっぱいゲスト来ましたけど、こいつナンバー3入ってますわ。え、本当ですか。アホですわ。いや、まともそうに見せてくるところはね。そうなんですよ。なんかもう全部やっぱおかしいですもん。だってもう18でアメリカ行った時点でおかしいですもん。そこもちょっとおかしかったもん。今から考えたら、今から考えたらね、すごいなとか言うてたけど、もう違うな。いや、なんかもうね、ね、帰ってきてすぐ何すんのかな思って、ね、英会話かよみたいな。本当ですね。そこまでやってテーマパーク学んでたのに。学んでたのに、うん、とりあえず仕事はせなかったのに。でもちょっとやっぱちょいちょいおかしいですよね。ちょいちょいおかしいですね。端々が、端々がね、はい、本当ですか。はい、いや本当ですね。よかった。いや、だからよかったおかしければね。本当ですよ。はい、ということでね、もうみんながそんな喋ってるうちにね、はい、僕はねこれね、はい、このオムロンのね、はい、このこれがあれなんですよ。何でしたっけ、これ血圧計ね。はいはい、はい、これ僕は脈拍計をまず欲しかったんですよ、ほんまは、うん、で買いに行ったらなかったんですよ。ほな、うん、もうこのた、あれでいいわ、血圧計でいいわ思って、脈拍測れるから、うん、と思って2200円で書いてあるやつを僕はそこの箱を取ってレジ行ったら、うんうん、レジで5300何ぼですって言われて、うん、なんかそのちょっと無名なメーカーの中に誰かがいたずらで置いたオムロンの用にた箱のやつを、僕はそれを間違って持っていったけど、もうレジで交換してきますっていう勇気もないから5300何本払って買ったあれやつなんで、ちょっと活用したいんですよ。そうですね。で前回はね、なんか芝居したでしょ、はい、今回はまあたまたまほらちょっと踊れる4人が揃ったから、動ける4人が揃ったでしょ、はいはい、まあ、4人ともダンサーみたいなもん、はい、そうですね、半ばダンサー、半ば僕らもダンサーと言われてるの で、はい、でね、まあ、第2回は、持久力勝負です、はい、だから心拍数の変化が一番まあ大きい、最初の測るんですよ。ほんでめっちゃ連射するめっちゃ連射するやん。そんなタイミングでした、そんなタイミングはありました。なかったら3人ぐらい下向いてましたけどね。なんで今なの。いや、もうすごいですよ、電車はいいっすけど、ね、なんで今なの。お客さんなんですよね。で、心拍数が一番大きい人にこう与えられる称号が、石像役者ですね。動けない、石の像、お前は石だと。あ、動けない、悪い意味か、これ悪い意味ですよ。なるほどな、はい、で15秒間だからその場で全力疾走、あそこのスペースにしましょうか、その場で、あ、こうやってだから最初測って、はい、よーいポン15秒でプー走って、はい、走り終わったら測って、はい、で心拍数の変化で、どうですか持久力的に。どうでしょう、ね、まあ、これ有酸素運動になるんですかね。無酸素運動、有酸素運動、有酸素じゃないですかね。まあ、でも走るのは苦手です。走ダンスはできるけど、でもダンスずっと続けれるってこと、めっちゃわかります。運動とダンスは全然違いますよ。え、でもその心拍数は変わらんじゃん、ね、同じだけ運動し続けてるって。そうそう、それは一緒じゃないですか。多分一緒ですよ。で、ほんまやったらね、お客さんになんか誰がみたいなのやろうか思ったけど、今日、まあ次回にしようか、それな。今日はね、あれもあるんで。わかりました。で、次回からね、じゃあやってみましょうよ。やってみましょう。で、今日はちゃんとね、この何ですかこれ。あ、そう、ずっと気になってた、あれを買ってきましたから。え、それ、あの、トロフィーをここに、今日第1回優勝したこう名前が書かれて、ここにそれでさ、もう何回食べてたの。もう俺、これ、めっちゃ頑張って探すの、今日100均で。あ、これ100均で売ってんの。100均で売ってるんですよ。すごいですね、はい、メダルまでありましたけど、メダル渡したら終わりやからやめとこうと思って。なるほど、これはちょっと増やしていこうと思って、はい、ということで第1回、じゃあどうしましょうか。じゃあまあまあ、じゃあ有田君ぐらいから。有田君、あかんな、いいか、有田君ぐらいから行きましょうか。はい、あ、てか僕は行きますわ。わかりました。僕がね一番、まずね、じゃあ僕はまずね、今破壊ながらね、僕でも前回のチャンピオンですからね。そう、前回ね、芝居でエチュードでやったんですよ。誰が一番チキンかみたいなんでやったんですけど、
アリキタ君が 30ぐらい変わったんですね、はい、捕まってますね僕捕まってるんですけど、シンボックス上がるかな、もうここで15秒、15秒って誰測ってくる、ああじゃあ、あ私これで測ってくるね、15秒全力疾走って結構なもんですよ、100、あ確かに、ね、そうですね、100メートル以上、これ俺間違えた、もうそうですね、座って測って、あそう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 、肘置いとかんと、はい、こうです、すいません、時間の無駄してしまいました、そしてあそうですね、こちらに、あ違いますね、つけるところ左、いや、あの右手の右こ、はい、ここですね、こちらにつけて、あすいません、ね、すいません、はい、じゃあ、ね、ね、こちらに置いて、はいはい、何の数撃やね、一回ね、ちょっとテンション落とすね、お兄ちゃん、はい、はいはい、お兄ちゃん、お兄ちゃん、行くよ、はいはい、スタートする、はいはい、おちょっとこれね、向き反対やったわ、向き反対、向き反対、やばい、看護師さんがやってくれてないのかよ、お前、はい、くんね、じっとしてね、反応ついてね、おお、この閉まってきたで、大丈夫大丈夫、これじっとして喋ったらあかんからね、喋ったらあかん、喋ったらあかん、喋ったら、喋ってもらった、喋ってもらった、喋ってもらった、心拍上がるからね、はい、おとなしくしたい、すごいね、これこれオムロン、これ5300円です、喋ったらあかんから、おじいちゃん喋ったら、おじいちゃん喋ったら上がるから、おじいちゃん喋ったら上がるから、これは5000、おじいちゃん5300円のやつ、すいません、僕測れないです、だからだから嘘、やってください、わかりました、あえて喋るから、初めの状態してください、はいはい、さっきはめた方がいい、これ壊れたとかないよね、5300円がまさかの1回目で壊れたとか、はい、あるんじゃないですかね、あるんじゃないですかねってお前さらっと言うねん、お前これであれかな、サードシーズンこれでずっと持たそう思てんのな、ね、あ全然いけてる、僕いけてます、おじいちゃんも喋っちゃダメ、あはい、わかりました、はい、ね、そうですね、本当におじいちゃんたちってよく喋る、はい、これも喋りませんよ、ここは正常な値が見たいんでね、もうすでに喋ってるから ね、前回もひどいことでしたからね、やばい、なんか僕めっちゃ上がってんぞ、切られてやばい、手で切ろうとした人初めて、これ手で切れるもんちゃうの、僕なんかめっちゃ上がってる、あ、よかった、これ、はい、大丈夫、はい、出ました、はい、ちょっと書いとこは、はい、いくら118、79、81、だからまあ脈拍だけでいいんやけど、脈拍81、あ、そうか、ちょっと僕もやっぱり健康状態も、はい、ね、血圧は118でしたが79よ、おじいちゃん81、はい、じゃあ15秒間全力疾走しましょう、その場で、おじいちゃん、これつけたものします、まあ、つけたものが早いかもしれない、あ、そうか、すぐ測っていただいて、あ、でもまたすぐ測るっていう、はい、ほら、ちょっともうちょっと簡単なもの、そう、おら脈を測る人がおら、まあ測りは、じゃあ今ね、書いてもらって、はい、おっしゃ、じゃあ走りましょう、はい、じゃあまず、はい、1番手有川くん、はい、いきますよ、いきますよ、はい、よーい、スタート全力疾走です、全力疾走です、今、え、何秒今ハルコくん、すぐ上がって、はい、すぐ上がって、はがらして、はがらして、はがらして、どうですか、手応えとしては、しんどいその心臓の感じはどうですか、心臓の感じはめちゃくちゃいってますね、めちゃくちゃいってますか、あかん、こんなもん、こんな走れない、え、でも今ぐらい全力疾走じゃないと多分、でも血圧さっきより低いな、なんでや、血圧間違えましたね、じゃあね、ヒールが頑張ろう、抜いていただいてもいいですよ、いいですよ、うん、はい、頼ましま、まあ、あの、運動さえしてくれた、はい、はい、はい、来ました、はい、はい、おー、100、血圧が、あの、上が109、はい、下が 50? で、脈拍は132です、132ね、はい、まあ、それぐらい上がりますよね、はい、はーい、51上がってますから、すごい、いもう1分間に、ね、1分間に2回、僕、なんですぐ血圧下がるんやろいやだから、はい、どうぞ、じゃあ、じゃあ、さっき、あ、私ですか、僕、行きますか、あ、行きますか、今度こそ、分かりますか、今度こそ、今度こそね、今度こそ、もう、さっきやっぱり男子行った方がいいでしょ、その、最後に、多分、女子で終わった方がね、ほら、いいと思うんですよ、そうなのいや、なんか、男子なんて早く終わらせて、はい、ほら、おじいちゃん、喋っちゃダメやからね、おじいちゃん、じっとしてね、おじいちゃん、喋ったらね、測れへんからな、何をうなっとんねん何をうなっとんねんいや血を送っとんねん、なんかそんないらんことせんでいいんですよ早く動くように、
今度は履かれてそう。いけてる、よかった。あー、めっちゃ閉まるやん、これ。あ、閉めすぎちゃったみたい。これなんか瞬殺で測る。あ、できた。117。117、はい。83。あ、だいたい一緒やん。85。85。あ、だいたい一緒ですね、初めは。これいいことですよ、多分ね。ね。そうですね。けいつい調子悪いんで、あんまり全力で走れない。はい、じゃあ休息よ。はい、いきまーす。よーい、スタート。いいよ。大丈夫かな。ビリビリよくやる、その場で走るやつ。6、5、4、戻って、はい、上がって、上がって。おじいちゃん座って、おじいちゃん座ってからして。はい、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 肘置いて、ちょっと上げて、上げて、はい、これで。これね、はい、15秒にしててよかったね。昨日、初め何秒にしようと思ったんですか。台本書いてる段階で、はい、1分いけんじゃん。いや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 、これの4倍はきつい。そうだね。喋ったらあかんよって言われてるよ、周りの看護師さんから。あ、すみません。誰やこんな、まさか MC が喋ったらあかんね。99。99、はい。64。64、はい。121。121、はいはいはい。すごいのかな。次じゃあ、最後ね、ゆうさん。あ、じゃあ最後に、ね。まあ今のところ僕が132なんで。でも剥がり率ですから。僕でもアクさんより低かったのに上がってます。81から132って51上がってますから。そうなんですね。じゃあ今のところ青木さんは46上がりましたね。横だけ。はい。ありね、次は、はい。どんなもんなんですかね、普通に。ねえ、そう、標準が知りたいな。これなんか脈拍でこの上がり率を測ったところで、うん、それが持久力なんかどうなのかっていうところの問題は残ってるけどね。持久力かどうかは確かに分からないですね。測られるアリ。何その測られるアリ。やっぱね、血圧測るアリなんてめったに見れない。そらそうだね。そらそうですね。118、77、90。ほとんど一緒や。ちょっと似てきましたね。あと脈拍がそっちの。ちょっと今緊張してたから。アリの方が高い。血圧が似てきましたね。やっぱり血圧は似るって言いますからね。じゃあ行きまーす。余裕点。いける。え、靴もそれでいくの？いきます。わかった。いいよ。やっぱ引っ張れる方が信じてね。いったって。よーい。よーい。うん。なんかハリーの時だけドラマチックになったけど。なんでよ。あ、しんどい。はい、もっともっと全力で。もっと全力で。もっと腕振って。全然全力じゃないよ。もっと見て。もっと。うん。なんだこれ。何してんねん。何してんねん。なんだよ。終了。何や今。障害物か。何を飛び越えたんや。何や今、なんでお前だけ障害物。何でお前だけ障害物矯正やってんねん。どこの交差。何やねんそれ。何でお前だけ障害物矯正やってんねん。おかしいやろ。ほんま。一個二個何飛び越えたんや。何やそれ。ああ、面白い。やかましいわ。楽しかった楽しかったんかい。いやいや、ほんと楽しかったらいいけどな。いや、頑張って走りましたよね。ちょっと水たまり飛び越えて。そんな設定やったんかい。ちゃんとしたコース走れ。ちゃんと走ってた。めっちゃ上がってってる。マジでちょっと体調悪い人みたいになってるじゃないですか。水たまりとか飛び越えてるからやんか。すごい、158? ちょっと待って。あの、だからお前、変なとこ飛び越えたからや。お前、向こうが行ってん。あ、でも脈拍はあんまり上がってない。じゃあ最後158だ。すごない。この前の僕のヤバい言うてた時も136かな。血管が細いんじゃないですか。マジで。だから血圧でめっちゃ血流が上がったから。そういうもんなんや。圧がすごくて。なるほどなるほど。僕ちょっと今思いのほか頸椎が痛くなってきて。思いのほか。え、そんなに厳しくやってるの。ここに書いてる。あ、はい。説明書通りに行きましょう。おお。測れます、血圧とか。測らないですね。ね、だからここ来たらみんなちゃんと血圧チェックができるんですよ。でも大体びっくりされます、健康診断とかで。え、どういうこと。何がですか。多分、なんか、え、いつもこんなんですかって言われます。いつもこんなんですか。どういうこと。どういうことだ。ちょっとなまってもいたし、いけた。はい。99。99。61。66。66。
これは動いてないじゃないですか。いやでも走ったらね、走ったらね、これ一回回させていただいて、うん、99しかないの、やばいっすね。じゃあ15秒ね、はい、全力疾走で、はい、いきます、はい、いきますよ、はい、よーい、スタート。お、走る、あ、いいよ、前見て、おなら前見て、全力で、全力で、おなら前見て、もっともっと、まだいける、おなら、まだいけるよ、もっと前抜けるよ、限界超えて、前抜けるよ、いけるよ、いいよ、いけるよ、いけてるよ、ピーピー、いいよ、はい、はい、測って、はい、戻って、はい、測って、はい、電気つける、はい、戻って、はい、電気つける、電気つける、何やねん、電気つけるって何やねん、はいはいはい、あ、順調、順調、上がってるよ、ね、さあ、これがどこまでいくのか、これは上がり率が楽しみ。もう、何が一番すごいって、有田君のその調査員としてのその熱が高すぎて、なんか見てる方がちょっと引く。あ、本当ですか。いや、お、上がった結構下がった。何してんの、何してる、なんで下がるの。血圧はいいんですよ、別に下がる。血圧はいいんですか。42やば、73しかないの。ちょっとしか変わってない。脈拍73しかないんですか。だからほら、僕さっき132やったよ。いや、それだから上がり率ですよ。上がり率で言ったら10じゃあ、え、上がり率なんか7しか上がってないですよ。脈拍、まあでもそんなもんなんじゃないですか。僕51上がってるんですはい、ということで今日も一番、また僕なの、持久力のない、本当にもう使えないただの石像役者は、そう、有田正彦。有田君は本当にダメです ね、そのうち有田さんそんなに悩んじゃないですか。はい、これちょっとこれ後で紙で切れなかったなんでこんな上がるんやろう。でも逆に全然やな、すごいですね。なんでしょう ね、低いですね。え、これこんなもわかんよ。危ない、血圧下42って死ぬんじゃないですか。半ばっか食べて、まあ、僕も50やけど ね、あんま人のことは言われへんやけど。でもみんな下がってる。いや多分だからそれは下がんねや、みんな下がるけど、アリだけは上がってますよ。本当だ、なんでこんな上がんの。血圧上158あの水たまり飛び越えたんが、そんなに血圧に影響与えた。血圧に影響これはもしかしたらね、また機会あったら飛んでみましょう。そうですね、ジャンプやってみましょう。ね、今度めっちゃグイグイ上がる今度飛んでみてこの結果が出るかどうか、ちょっと、ね、すごい。いやこれね、ちょっといいですね、ゆっくりやってみたいですね。これだけでずっとね、これだけでこれめっちゃ使えますね、やっぱりね。すごいな、5000円やな、やっぱり5000円やな、力が違うな。300なんぼやわ、さすが。はい、ということで、マジかってことでね、あれなんですよ、またやってしまった。あ、そういう格好としてね、これはね、はい、ボラ今回ロケ行ってきたんですよ。そうなんですよ。無理やり、はい無理やり無理やりですよね。そうですね、まあ、それをね、ちょっともうしかもちょっと予算がなさすぎて、編集もすごく荒い状態になってます。へぇ、はい、そうなんや。途中おかしいなと思うようなとこあるかも。マジで。でも全然、はい、自分楽しめるんで、これがね今状態ですけども、じゃあ見てみましょうか。はい、あ、僕らは見れないんか。いや、でもちょっと動いてみようかな。あ、じゃ あこっちから。はい、そうします。じゃあ行きますよ。はい、カズマセ君大丈夫、6も上げた、うん、今ね、寄ってるんですよね。さあ、行きますよ。あ、そんなに移動すんねやすごいな。カズマさん、OK？ 君を超えていきます。はい、じゃあ行きまーす。ということで、はい、ちょっと、なんかタイミングよ。もうね、タイミング悪すぎますわ。何してんすか。ちょっとね、今日ね、あんまり時間ないんで、何してんすか。ちょっと入ってもらっていいですか。びっくりした。じゃあ、行きますね。はい、じゃあね、サプライズさん、ということで。でも、サプライズさん、サプライズさんでーす。なんか、もうほとんどの人知らないかもしれないですけどね。そうです、ね。僕の相方ね、漫才一緒にやってる桜井君、今もう店長で。ちょっとね、ロケをやってきたんでね、その編集したやつ、じゃあ行きますということで、ちょっとね、聞こえづらいかもしれません。おはようございます。はい、まあね、おはようございながらもう夜の10時を過ぎてるんですけども、そうなんですけど、はい、何でしょうそうですね、まあ今から名古屋に行こうっていう。お、初めはね、京橋に行こうって言ったんですけども、ちょっとした話の流れで名古屋に行こうっていうところで、これは何のあれでしょうね、あれ鎖ですか。あれ鎖です。初ロケですか。そうですね。あ、もうなんか話がいっぱい飛びすぎてもわけが分かってないんですけど。いやいやいや、ロケですよ。おい、おー、来た、おい、あ、気づくやろ、普通。
いやいや、アフロの人間がおったら。確かに確かに。なんでそんなちょっとええ感じの服着てきてんの。いやいや、寒いし。なんで、なんで T シャツやねんって話。暑かったんやけど、今日。そうですね。ならめっちゃ暑かったけど。大田原の気候の差がある、ね、今から中部地方に、中部地方にね、はい、まあ、やってみようということでね、ありがたいロケということで、はい、いやでもただ単に名古屋行っても仕方ないから、はいはいはい、ちゃんとミッションを持ってきたから、ね、あるんですか、そう持ってきました、はい、教えてください。あのうちはほらもう役者とかダンサーしかゲスト来ないんですよ。そうですね、基本ね。だからこんな金曜の夜やから、はい、ちょっとこうストリートライブとかやってる人がいっぱいいるでしょ、はい、そのいるんですよ、多分金曜やし。そう、アホみたいにやってるんですよ。アホみたいに言うな。頑張ってやってる。やっとるから。頑張ってやってはんねん。その人らを見つけて、音を取ってくる。音を取ってくる。音を、いや、歌ってるのを取らせてもらって。音源を。そう。で、俺らのありきたりに、あ、もうありきたり歌うこともあるやん、みたいな。あ、BGM 的な感じ。BGM というか、いやもう完全に、いつもあのたまに歌えるときたら歌うやん、だよ、みたいな。あ、はいはい。あれを毎回言ったの、今回は名古屋の。ストリートライブの人たちを仲良くなって、でもそうなんですけどね、ちょっとあれなんですよ、はい、予算があんまりないので、まあそうですね、はい、一応今回の予選は 前回、前々回に入れた4000円が我々の持ち所持っていうことになるので、はい、まあ、だからもしかしたら帰ってこれないかもしれない。そうなんですか。そうなんですか。かから何にかかるんですか。だって交通費でもすでに高速とか、高速とか乗りますもんね。高速とかするんだ。まあ、行きしはなんとかなると思う。乗せたら、ああ、だから帰りはもうそれぞれ帰りか、まあ、それぞれ電車かなんかで帰っててもらったら。マジで。いやいや、どうせ帰るでしょ、車で。でも僕ら乗せて帰ったらいいだけの話。でももしかしたら三重くらいで、あ、すいません、4000来ましたんで、ここで終わりでーす。シビアですね。やっぱりだからちょっとアリもね、はい、なんかあの漢字を使って、はい、あのお金をどんどんもらえます。アリキタリファンディ。アリキタリファンディ今あるんかな。でも作ってみましょうか。作ってみましょう。なんかねカンパをね、はい、なってみ、もしかしたらそれで海外まで、海外も行きたいですね。そうですよね。どこ行きたいですか、海外。やっぱイタリアとか。さすがイタリアだ。さすがね。喋、はい、れるんですか、実際イタリア。僕イタリア人やと思いますから、ね。ああ、ちょっと喋りかけてください。チャオ。おう、チャオ。あ、ちょっと俺が喋らへん。チャオ。テンション低いですけど。何で最悪ですか。何ですか。この先を集合してこの車に乗る前やったじゃないですか。はい、何がさっきあの地面を見てゴキブリ料理って言ってたじゃないですか。あ、そうですね。葉っぱを見てね、はい、ゴキブリっぽいなって話をちょっとしてて。はい。はい、それゴキブリやったじゃないですか、本当に。はい、そうですね。あれ僕さ、ほんまに僕無言やったけども、はい、その直前に僕に大事件があって、はい、なんか僕なんか手がさっきもぞもぞするなと思って、はい、あの手パッと見たんですよ。そしたらゴキブリが止まってて、うわーって言って払いのけ、で地面に乗って倒れてって言ったやつをアリが見て、ゴキブリおるって言ったんですよ。最悪ですよ。じゃあ私見たやつ、アリキタさんの手に止まってたやつ。びっくりした。なんで僕の手にゴキブリがおんの。アリキタ君から出たやつ、アリキタ君から生まれたやつ。どこから来て僕の手に止まったんですよ。びっくりして。とりあえず私に右手だけは近づけないでくださいね。ゴキヒコって。とりあえず右手ほんまに近づけないでください。全然大丈夫です。なんでだよ、ほんまにやめてください。あんなこと僕人生でほんまに初めてですからね。マジウケる。ゴキブリ手に止まるってね、ないでしょ。まあないわ。ないですね。あ、新しい彼女ですか。他ゴキヒコやいて。ゴキヒコじゃないよ、これね。最悪ですよ。この旅はということで、僕は滋賀に入りましたね。僕はいい。この車が汚れます。有北くんが、はい、トイレを我慢し始めて、もうすでにハレコで30分くらい経ってるんです。最後行きましょう。はい、まあ一応今のところ、はい、まあ2個3個のサービスエリアは飛ばしてます。なんでなん。いや、まあ、まあゴキブリを触った手を洗うのではないかという疑念がね。いやいや、誰にとっても今それが正
険しい道でしょ。もうやっぱりトイレ行くと手を洗いたくなるでしょ。洗いたくなるっていうか洗いますよ。洗うでしょ。はい。だからそれはちょっとなんかゴキブリに対してどうなんやろっていう。いやいや、せっかく泊まってあげたのにもかかわらず、はい、お前は手を洗うのかという、その絶対洗いますね。誰来たのファンっているんですか。なんかすごいめっちゃ好きな人ファンす、ね、誰ですか。熱狂的な誰かわかんないですけども、はい、ね、誰来たくんかい。あ、僕が好きな誰ですか。そう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 、いますよいますよ。誰ですか。誰でしょうね。僕の松尾鈴木さんですけど、ね、じゃあその大好きな松尾鈴木さんにね、はい、その、はい、あれ来たゴキヒコが、はい、その手握手したとするでしょ。しますね。で松尾鈴木さんがすぐ手洗ったらちょっとやっぱ感じ悪いじゃないですか。そうですね。それが今のあれ来た君の手にゴキブリが止まった状況と、まあ、いうのは類似してるわけですよ。なるほどね。いつも話し合ったら僕がゴキブリってことですよ。早速あるで、田中大阪弁と同じですね。薄い名古屋で速攻で見た店が一番目に留めたくなかった特殊かつかそうどんとか、ね、あ、俺、はい、俺なんか信号を青くなった何してるじゃあそれ奥の道が青になった向こうの青になる、もう感覚がわからん。そうですね。もうちょっとね、決定的な瞬間を取ってきましたね。削除です、削除。はい、というわけで、着きました。まあ、はい。夜の1時です。1時ですね。さあ、今日は名古屋で絶対来ないよね。さあ、本日ね、はい、ストリートライブの人を見つけるっていう。あったでしょ。そうなんですけど ね、さっきちょっと駅を見てみたんですけども、はい、まあもう当然1時ですから。まあ、あと天気がね、まあ、雨でしたから、ね、悪いですね、まあ、とりあえず栄の町へ出て、はい、ちょっと情報を集めるということで、ちょっと繰り出しましょうか。繰り出しましょうか。そうですね。じゃあまず僕はちょっと車でも 寝ますけども、はい、2人がちょっと寝ていきますよ。寝ていきましょう。寝ていきましょう。行くよ。ずっとね、名古屋ギャルがね、かわいいかわいいって言ってるんですけど、何ですか隣にこのかわいいの、ね、連れてる自分で言って、自分で。そうです。何ですか買ったんで、さっきでしょ。ほんまに多分ね、あれが大通りだって。今んとこ速攻でしたね。速攻迷いましたね。もう思います。名古屋寒い。ただただ半袖でしょ。そう、ちょっともう雨が強いですからね。ちょっとね、降ってきたらでもね、不思議なこと、頭はね、悪かったほんまちょっと待って、あれですよね、汗かいてましたからね。これなんかもう一本向こうがさっきのあれでしょ。ですね、これを今来ましたから、この方が怖かったな。間違いない。そうですね。まあ、先ね、ちょっとじゃあ、まあ、三越にそういう情報が得られたということで、スナックのママさんからね、はい、ちょっとカメラは NG だったんですけどね。なるほど。ちょっと行きますか。行きましょうか。行きながらね。うん、まあ、リタ君もトイレ行ってスッキリしたところでね。そうか、リタ君のトイレのせいで20分間今押してますから。完全にいなかったら。
もう有田君がもう名古屋城で踊るしかもない。ブレイクダンス。ブレイクダンス。いいですか。これは食べとかなあかんみたいなのありますか。ひつまぶし。ひつまぶし食べたいですか。あとモーニングは食べたい。モーニング。名古屋で言えばモーニングです。まあ、モーニングですけど、大丈夫ですか。モーニングまでここにいていいですか。モーニング最速って調べてみます？あ、そうですね。何時からか調べてみましょうか。そうですね。まあまあ相談の上ですけど。そうですね。はい。でもまあ、だから米田コーヒーもそこにあるんで。コーヒーね。はい。最悪じゃあそこの米田コーヒーで、どこでもええわ。どこでもええわ。確かに。まあでもね。行ってみますか。じゃあちょっと三越まで行ってみますか。三越な。行きながら人を。三越な。ね。三越な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 。きしめんな、きしめんな、きしめんね、僕でもちょっとね、天使の心は食べてますね。まあ、傘は持ってなかったんですよ。そうですね。カズマさんがね、タツニーの焼肉の店を。わあ、普段ならしてそう、ここ。雨じゃなかったらな。ここのシーンやたらロケっぽいな、アリーの、アリーの喋り方が。そうですね、ぽいぽい。ほら、絶好のライブスポット。ね、この人は違う、これ三越は違う、歌ってる声ですね。そう、なんか童謡歌う姉妹、俺構成97。いやー、なんか聞いた三越の周りを歩いてるんですけどね、はい、そうです。ちょっと今のところまだ見つかった、まだ4分の1じゃん。あ、そうですね。もしかしたら、でも言ってた公園があれですね。あれですか。ね、ぐっと向こうまで。バス停でした。バス停だったよ、バカ野郎。これバス停です。バス停ですね。公園じゃなかったけど、でも俺の団体、俺の団体めっちゃあるにね、暴言吐いてたの、ずっとまあでも、バスでやろうかよ、暴言私は殺すぞ、お前コーヒーさんはフリートミュージシャンを探してるから、その辺、めっちゃ楽器やってる人とか。あ、そうそうそう、ジンゴおじさん。え、それ吉田さん、何それ、ジンゴおじさん。ガチ、どういう気持ち。なんかね、逆に言うと、ネット番組やってる。これ本物ですか。これ本物。なんで嘘言うの。これ嘘言うの。その時点では、ね、やってるかわかんないんですけど、オアシスの前でテレビ塔わかりますよ。そこにテレビ塔とかみたいな、なんかあしょぼい東京タワーみたいなのあるんですけど、それの前に、電気がピカピカピカってなって、前が広場で、そこよくどんどんやってて、神道おじさん、神道おじさん、神道おじさんがね、おいけんおいけんおいけん。お姉さん何やってるの。お姉さんダンスとか女優とかやってる。アイドルみたいな。アイドルみたいな。もうめっちゃ腹立つなんて。可愛いよね。もちゃん可愛いよね。アフロやばいよね。アフロやばい。どっちっすか。どっちのやばいそれ。いいよ、やばい。パイヤスズキ。最初だってなんかもうよう知ってるな、そんな。パイヤスズキ。よう知ってる。なんだけど。全然可愛い、大丈夫。全然可愛い。すがの俺より可愛い、大丈夫。それちょっと話してない。いいよ、ダメ。やだやだ。どっちやねん、お前。お前は欲するのに投げつけるな。お前、今めっちゃ欲したやん、今日。確かに、トロトロ。それ何で見れるんですか。ありきたりっていう検索かけたら、割とで、Google やったら上から4つ目まで、もうちょっと頑張ってよ。え、すごい。え、ガチじゃん。そうですね。あの曲がすごい。いいセンスだ。こいつはもう多分ね、一番ベタにパフォーマンサーとしてすごいこいつかもしれないね。関節がすごい。これ全部そうだ。全部そう。年齢でやってるんですよ。あー、可愛い。これ意味わからないよ。これ意味わからない。めっちゃ絡んでくる。はい、チーズ。
ありがとう。ありがとうございます。またじゃあ。バイバイ。ちょっと僕らネット番組やってて、で、なんかストリートミュージシャンを探そうって言って、ずっとこんな雨の夜中に探したら、一人歌声が聞こえたから、もう救いの神が現れたっていう。ちょっと今のもう一回歌ってもらうとか。何歌ってたんですか？今、関西学院ライブの今回です。ただの酔っ払いっす。関西学院大学？これだからちょっと今空気感完全に大阪になったよね。そうですね。これぐらいです。ホームランだもんね。ちょっとだ関西学院大学の打った、これテレビ塔ですか、これが。これテレビ塔ですか。テレビ塔じゃあ後ろバックに歌うってのはどう？全然構いませんけど。行こう。もう一回じゃあ、もちろんやったやった。じゃあ一節打った方が一節。あ、俺はもうその一節を復唱してください。ハモってください。ハモってください。ハモってください。じゃあ、こいつも酔っとるから。すごい。はい、空の翼。空の翼。空の翼行こう。上が荒るえ。風。一節ずつ。一節ずつ行こうぜ。上が荒るえ。風に思う空の翼、輝く自由。一節長い。一節。歌い切ろうとしたから。漫才じゃないですもんね、これ。漫才じゃないんだけど。漫才じゃないんだけど。わかんないですよ。じゃあ、もう一回していいですか。もう一回だけど、もう一回だけど。一緒に歌おう、もう。あ、もう一緒だ。一緒だ。俺もノリで行く。わかりました。上が荒るえ。風に思う名古屋の夜中にいじめまあでもストリートで歌う広い意味だよ。生命ここに道や岩が丘食わせ完成医学院僕らは羽ばたくいざ響けば風光力若きは力ぞいざ上が震えいざ終わり方もおかしくなっちゃう。関西学院大学の効果をチーズラガマンね、2人ともラガマン。はい、あの YouTube で見るんで。あ、ほんまに見るとお前絶対見ないな。なんでしょう、ね、ありきたりって調べたら。ありきたり。ありきたりひらがなで。ありきたりっていうのが、あの番組やから。ほんまによかったら。すいません、ありがとうございます。ありがとう、まだほんなら。またお願いします。ありがとうございます。どうも。すげえで。ありがとうございました。ありがとうございます。まだ歌ってるし。歌ってるよ。まさかの関西出身2人が。一応行ったんですね。夜中2時20分ぐらいですね。時間の問題だよね、これね。はい。一応これサービスでね。いるこれ。何してんの。全く分からんね、一人で急にやりだして。これね。そう。このテレビ局に止まってたトラックが時間そうです。そうですね。それを考えたらね、まあちゃんと目的のね、ストリートライブ。まあ、ライブ、はい、ストリートライブ、あれをストリートライブという。いやもうでもね、
まあいろんな人にね、こう場所を聞きながら、そうですね。最終まあこのテレビ塔に来たわけですけども、はい、まあまあ何にもなかったんですけど、まあ、はい、ね、まあ仕方ないです。まあこんな時間なんでね。ね、そうですね。だってちょっと夜もしらみかけてるわけですから。朝じゃんっていう。そうですね。まあ、そんな感じですか。そうですね。はい、またまあ時間も懲りずね。そうですね。ちょっとだからもうちょっと予算が欲しいなというところですね。確かにね。じゃあそれはちょっと募っていきましょう。募っていきましょう。なんか、はい、なんかやりましょう。アリーの、はい、なんか写真とかありましょう。ああ確かにね。アリーの幸せ。貯金箱は次回からありきたりに置いてきますので、ね、カンパを持っております。カンパを待つ。あかないですね。じゃあ、はい、まあそんなことで。はい、そうですね。次回のロケまで、ね、までしましょう、ロケしましょう、はい、そうですね、ということで、はい、第1回目はこれで1回終了ということで、はい、じゃあこの最後なこの名古屋のテレビ出るぞってことでね、そうですね、いつかね出ましょう、目的に、はい、名古屋なんかわかんないけどこのテレビ局出るぞ、あーあ夜中なんでね声はね、そうですね、ありがとうございました、いやいやいや、あ、そうですね、お疲れ様でした、いや、ほんとにね、いやー、すごかったですね、いやいやいや、え、佐村さんどこか行きましたけど、そう、なんでだ、そんなことあります、何しに来たんです、あ、椅子をね、椅子を取りに行ったんですね、はいはい、いやもう、あれはね、夜の10時過ぎに茶屋町で、そうなんですね、10時過ぎに、帰りがね、帰ってきたの茶屋町から5時ぐらいですね、朝のね、そうですね、もっと7時間ぐらい、6時前ぐらい、6時前でしたね、そうですね、はい、ちなみに、オノムは運転できんやったっけ、アメリカではできたんですけど、こっちはできんの、なんか、ハンドル逆やし、車線逆やから、免許持ってんの、一応持ってます、うん、日本に変えた、日本のやつに変えたんですけど、もうなんか狭っと思って、あー、5車線でこれやったからな、そうですね、その感覚で行ったらやばいですね、本当になんかちょっと怖くって、うん、日本だと運転できないな、だからちょっとアリも免許は持ってペーパーなんですよ、そうなんですよ、でね、アリキタ君免許持ってないんですよ、でカズマさんも免許持ってないんですよ、帰り僕ずっと行き帰り運転してたんですよ、はい、帰りしてやばかったですよね、あ、そうですね、うん、フラフラでしたね、はい、いや、青木さんだけじゃなく前とかの車、まあ他の車もやばいですよね、そうそうそう、そのやばい映像もあったんですけど、それはもう見たらやばいなと思ったらやめて、そうですね、まあ僕うちはね、人めっちゃ乗ってたんで、うん、で、ちょっとほんで次はあの、アリーのペーパードライビングぶりを解決するためのロケにしようかなって、うん、ああ、それは、うん、意義もあってね、その時によかった、一緒にいいですか、いや、ちょ運転手欲しいんですよ、うん、運転手が欲しいんです、運転手がで、ね、ちょっともし行けそうやったらね、はい、運転、うん、俺の車やから全然ぶつけてもらっても、あ、冷たい、あの人とそこ人とあれだけやめなさい、人とかはやめてくださいね、あのなんかね、何個かどっか、ね、ちょっとね、ちょ広いところで練習して、はい、でちょっと欲しいですね、もう有北くんとか免許取る気ないしね、いやいや、ありますよ、全然僕、うん、でも前飛行機の免許取るとか、あ、セスナねこれもうありきたりシーズン1ぐらいでよく言ってた、あ、そうですよね、桜井さんもセスナを取るっていう、あ、桜井さん免許持ってないんですよ、いらないですもん、ね、いや、いらないことない、セスナの車の車あ、持ってないんですか、持ってないですもん、持ってないです、そうなんです、うち、イカスケひどいですからね、ほんまですね、読んだら来てくれるんですよ、おいタクシーみたいな、こら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 、何時までにお風呂入っといてやっつってメール来るからそのまでにお風呂済ませて、彼氏かな、そうじゃないですね、まあまあまあ、じゃあいらないね、まあまあね、まあまあそういう中ではありますけどもそうなんかよ、4回生まれるその分ね、ご飯おごってもらってるから、ああ、ご飯ね、何その関係そうですね、ただただ気持ち悪い、より気持ち悪くなるね、変な遠行みたいな感じ、いやでもロケね、楽しかった、楽しかった、楽しかったですね、まあちょっとことはありましたけども、人をね、増やしたいですよね、なるほど、運転手をね、そうですね、じゃあもうちょっとオノムを頑張って育てて、オノムをじゃあ育ててもらって、オノムロケとか好きですか、ロケですか、好きですよ、あんな大丈夫ですか、超弾丸ですけど大丈夫です、そんなやったことあるんですか、ロケですか、はい、てかなんかちょこちょこ行きます、あーって、あー、なるほど、一人でね、個人的な、個人的に友達とも行くし、あー、なるほど、あー、じゃあ全然いいじゃないですか、夜中のの好きです、はい、あー、ほんまですか、はい、ちょっと夜中過ぎましたけどねそうですね、だって名古屋で、アフロがね、はい、すごかったんですよ、そう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 、思った以上に
受け入れられたというか、なんかあれでしたよね、ちょっとざわついてましたよね、全体、うん、ちょっとどころかもう振り二度見ばっかりですよ、アフロだ、アフロだ、アフロブームみたいな、なんかもしかしたら栄にちょっと定期的に通ったら、うん、あのアフロは何やってことになるんだろう、確かにナイトスクープとか来るかもしれない、来るかもしれないな、時々栄に現れるアフロは何だ、ちょっと栄に定期的に行ってみるかいよな、うん、行ってみてもいいです ね、はい、ちょっと今度は9時ぐらいに集合して、そうですね、11時ぐらいまでに着きたいですね、そうですね、確かに、ね、ぜひぜひ、いやまあそんな感じで、いやじゃあその時はぜひちょっと声かけるんで、空いてたらね、スケジュール空いてたら、はい、楽しみだ、行きましょうね、ということでちょっともうあれなんですけど、時間があれなんですけど、はい、桜井さんも来てるんで、じゃあ、はい、絵画展をね、あーしましょうか、あの絵を描くやつを、はい、じゃあ4人のペンはあります、あります、大丈夫です、あのね、いつも絵を描いてるんですよ、はい、で、マジかありますよ、今日せっかくね、お客さん描いてる、僕引きますね、今日、はい、なので、僕の代わりに桜井さんが、あ、なるほどなるほど、ね、あ、新しい画用紙になってる、はい、今日全部描きました、新品やったね、はい、あこれね、本当に僕がどんどんあれ自腹切ってますから、あれなんか写真とか打って、はい、今日のシャンパン待ってます、今日の、はい、何これ、シャンシャンパンダって書いてある、あ、シャンシャン名前決まったんや、パンダ、あ、違う、そうですね、そうだよね、うん、じゃあシャンシャン、パンダシャンシャンね、パンダ、いいんじゃないですか、パンダ、パンダ難しいですから、パンダでもパンダ、あ、パンダ、パンダ、パンダ、ごめんなさい、パンダ、パンダ出たんで、ちょっとすみません、パンダダメですね、そう、パンダっていうのは持ってるんですけどね、パンダなんですよ、パンダ、はい、すみません、パンダありがとうございます、これね、ちょっとね、パンダがね、あそこにもうすでにいらっしゃる、これいけるかな、ちょっと言ってみよう、放送事故、あー、なるほど、放送事故っていうイメージで書けます、放送事故、ね、難しい、放送事故で書く、難しい、難しい、難しいな、難しいか、見ます、じゃあ放それか、ありきたからじゃあ放送事故でなんでか選ん二択します、はい、運動会、あーどっちか、はい、ね、放送事故か運動会か、うーん、ありきたからも放送事故でね、行ってほしい、わかりました、ねえ本当に、あ俺これなんかね、ハサミとかあればね、これで切って、てかこれでしようかな、これで書こうかな、放送事故じゃない、間違えた、運動会、放送事故でもいいんで別に、これなんかだんだんあれですね、シャンシャンになったんですね、パンダ、へえ、あれどこのパンダでしたっけ、シャンシャン、上野です、上野、あの生まれたやつですか、あーシャンシャン、いいね、運動会って何してる、シャンシャンっていいな、なんかね、賑やかな感じしますね、シャンシャン、あ、なんか2回続けるんですね、やっぱパンダ絶対に、他もなんかそんな名前ちゃいましたっけ、他何おったっけ、パンダめっちゃ必死やんおゆとりを持て、ゆとりを、喋るゆとりを持て倫理ちゃう、ランランっていなかったっけ、あれなんで2回続けるの、そんな話をしてんねん今その疑問をなんかでもあれちゃう、中国読みした時にこう漢字2つつなげるみたいなことちゃう、あれでもどうなるの、あれ中国からレンタルしてるんでしょ、あれ確か、あの子供もレンタルになるんです、うん、どうやろなどうですかね、またじゃあみんな調べて、あの子供生まれたら、この子供 もレンタル用、え、あ、発生するんですか、むちゃくちゃじゃないですか、ほんの永遠に我が国のものにはならないわけじゃないですか、そうなんで今我が国って言ったんやろ確かに、そうなんですね、うわ、なんかそれ、え、じゃあ国産のパンダなんかいないですもんね、国産で生まれてる、まあ国産でもそれもレンタルから派生ですよね、これをだから 3D プリンターがなんかで出してやな、もっくんを、ああなるほどね、いやなるほどねじゃねえよ怖がるよ子供が運動会って何、運動会っていうのは走ったり飛んだり、あと今日ね、あの運動会、あの保護者のいない運動会、これあれかな、日曜日雨やったからかな、運動会やってましたね、でなんかね今あんまりないと思うんですけど、そこの小学校はもうなんつうの、その運動会のど真ん中ぐらいに220対180ってなんか赤対白でこうリアルに点数があれ今あんまないですよね、その点数みたいな、あ、そうなんですか、いや俺らの時はあったかもしれないけど今なんかあんま良くないですよね、そういうのね、あれやります点数、あ、ほんまに
いやなんかあんま、ね、なんか一番主張がすごくて220対180とかなんかでかいね、こんなに点数をアピんねんなとか、ね、まあね、すいませんこれね、謝ることではなるんですよね。どうですか最近ね、最近ねっていうか、これ一人孤独ですね割とね。わかりますよ。あ、僕のね、今後の予定なんかをじゃあちょっと言おうかな。そうですね、10月のね28、29かな、土日、最終土日に、駅地下セブンっていうね、駅地下ヘブンっていうね、漫才とか歌とかお芝居とかがもう堺のパンゲアっていうカフェでね、あのもう15組ぐらいが2日間にわたってやる。で、宇宙呼ばれてるんですよね、イカスも。そうですね、2日間呼ばれて、2日間呼ばれてて、他はね、まあ知らないとこばっかりかな。でもまあね、結構有名なというか、まあ関西では割と有名な劇団さんとかミュージシャンも結構、バンド、ミュージシャンと、あの紙芝居の子なんかテレビを出てるよね最近。そうです。 あと渡辺優さんとかね、 あのギタリストでね、結構802とか出てる人とか結構出てるイベントがあって、そして11月、そんなに僕のイベントに興味ないと思うんですけど言いますね、ひたすら一人で。11月の3日からね、6日に、スイス銀行っていうね、すごい僕より先輩の劇団のコメディ集団で、チケットはね9月30日発売って言ってましたけど、もうあんまのマークなくね発売するんですけど、もうこれコメディで、どうですかね、前回も出させてもらった時、僕も一発目名店してからカーテンコールまでずっと舞台上出てましたけどね、1時間半ずっと喋ってましたね。なんかね、ほとんどあんまり僕とかの作品みたいに出はけなくて、ほとんどもう舞台上に残ったまま芝居してるんで、まあいないと思うんですけど、僕個人のファンの人がいたら、まあもうずっと見れますけどね、100分間ぐらいずっと僕出ずっぱりなんでね、まあそんなにはですね、はい、まあ水族銀行面白いですね、コメディなんでね面白いですけども、あとはあれですね、11月の17から、あ、16かな、16、17、18、あの一人芝居でね、うずらのあきちゃんやってる。あ、できました？僕の宣伝してもらって。いや、もう大丈夫です、だって時間があるので。あとですか？じゃあ、はい、もう時間か。おお、白組強すぎるやろ、お前。ああ、これあれか、なんか810人、誰かの番号。私の誕生日、8月。あ、もう303割やな。私の背番号自分大好きやな結論から言うと、こけてますね、これはアリーですね、はい、違いますよ、アリー、あ、アリーこれや、うん、アリーこれって、これアリーっぽくないですね、うん、まあでも運動会っぽくでいいんじゃないですか、運動会っぽいでしょ、いや時間がないですよ、はい、結構ですね、急ぎでいかんと巻きでね、すごい普通になっちゃいました、どうぞ、なんか普通を結構嫌がるよね今日一日どうぞ運動会、お、すごい、すごい、うまいうまい、いや、うちの中でうまい方なんですよ、本当ですか、はい、めっちゃうまい、これがこれがって言っちゃったらほらこっちがこんなんだ、ね、これがパンダだよ、あなた、うん、あ、そっか、そうですよでも、上手ですね、え、まあ、ある意味ね、ある意味芸術的という、そうですよ、そうそうですよ、これ全部同じ人書いてるんですよね、その小次郎とかね、もっくん、下まつげって全部同じ人書いてます、はい、なんか、こう方向性の違いって感じ。小次郎は何やと思う？何がテーマやったと思う？マクドナルド。あ、正解。すごいですね。あと囚人やと思う。波長が合うかもしれないですね。有北さんと。全部合わさってくれる。あの下まつげは何が題材でしたっけ？何だこれ、なんすかね。ね、あ、トランプ、あ、トランプ、あ、よく覚えてますねなるほどね、はい、はい、できました、はい、どうぞ、桜井さん、運動会、桜井さんはね、もう言うてもイラストデータですから、プロですか、はい、さあ、運動会が非常な盛り上がりを見せております、語りが入った、うわー、玉入れです、みんな赤組白組に混じって大変なことになっております、わー、足元に、あーっと、パンダが運動会の放送事故と
あ、全部混ぜてみました。混ぜてみたんです。パンダもね。そうですね。これもう完全な事故ですよ、ね。事故ですよね。これはもう放送事故じゃないですよね。国際問題です。国際問題。そうなんですよね。この方はちょっとね。ちょっとグロい、ね、ダークさあ、ありがとう。あともう時間が、ね、時間がないです。あともう、はい、有田君で全部使いたくないですよ、10時まで。あ、終わりました。はい、僕は放送事故。あ、放送事故ですね、はいはい、でもちょっと、こっちがあったら、考えてみたらちゃいますよね、はい、放送事故何何放送じゃなくても事故です何かしらの事故です事故なんですけども考えてみたら隠せてるから放送事故じゃないですか。そもそもその格好立ってるのおかしいこいつがなぜかここに仁王立ちしたことが事故ですよね。事故ですよね。はい、もうあれ来たくんじゃないですか。いや違いますよこれは、ね、はい、そんな感じですけども、はい、また今日ね、お客さんの中であのね、来てらっしゃる方で欲しい絵があれば、はい、言ってくださったら、はい、もらえますんで、はい、しいもしあればですけどね、はい、いらん。さあ、そういうことで、もう実はもう9時58分9分です。あら、ですね、はい、この番組では皆様から私たちにやってほしいことなども募集しております。はい、Twitter でシャープあり6を添えてツイートしてください。いや、してくれるかな。次回のね、ありきたりサードシーズンボリューム7は10月10日火曜日8時から。ゲストは、なんと元ビーズガールズのチア界でも一番人気のレイカちゃんです。イエーイ、ね、はい、もうこれはだからどうですかね。もうね、やばいですよ、本当に。あ、そうですか、やばいですか。はい、本当に大人気なんで。もうでも絶対僕オムロン使いますけどね、次回もね。はい、ツイッターではね、ゲストの小野村ゆうさんの写真、今後の活動、またありきたりの絵画展などアップしておきます。またフォローお願いいたします。アカウントはあとありきたり2016、あとありきたり2016です。またシアターセブンのホームページからありきたりの特設ページへとお越しください。メッセージも本当に募集しております。まだまだ秋もこれから、食欲の秋、そして食欲の秋、またかい、食欲の秋の10月10日にお会いいたしましょうね。ということでまだまだありますけども、はい、いや、まあ近々で言うとね、10月の18日にはい、オノムのダンスワークショップ、ね、ワークショップがあるんで、あったりとかね、差し入れも持って、差し入れ持ってね、何ですか、生ハムじゃない、あれハムね、ロースハム持っていきましょう。ボンレスハムこれどっちでもええんやけどもとりあえずハム持ってハム持っていきましょう。ハムかサクレ、こんな感じです。ありがとうございました、ね、バイバイ。